よいしょと。みな、今武者でござる。本日も、拙者の配信にお集まりいただき、誠に感謝でござるよ。本日は、そう、ホラーゲーム配信でござる。今回は、ちょっと雰囲気を作ろうと思って、コメント欄の反応おかしいな、待機画面からめちゃめちゃ雰囲気作ろうと作ってきたのに。反応がおかしいとか、公務者のザリよ。みんな、そう、コメント欄が今日は気合い入れて作ったでござる。コメント欄じゃねえ、待機画面から、待機画面からオープニングってちょっと気合い入れて、ホラー感を出してみたでござるが、いかがでござった？ホラー感あったかの？よいしょと。それでは本日のゲーム、チラズアートとの、なんでござる？自撮り。いや、違う、これのタイトルの読み方が、不穏なんでござるな。タイトルの読み方不穏ゆえ、ちょっとあんまりこれ口にしていいのかわかんないが、自殺っていうの？自撮りと書いて自殺と読むというの、そういうちょっとおっかねえ、ゲームなんでござるが。今日はこちらは遊んでいくでござるよ。よしと。怖いゲームでござるからな。みんなもお気に入りの、なんでござる、毛布とかの、ぬいぐるみの用意して、配信を楽しんでいただけば嬉しいでござる。それでは配信前の恒例の一発でござるな。はい。じゃあ、スタートでござる。よし。さあ、それじゃあ、ホラーゲーム楽しんでいこうでござるよ。よしと。ちょっと待って、画面が映っとらんゆえ。よいしょ。映るかな？あ、映った。よいしょ。こちらでござるな。ちょっとの不穏なタイトルでござるが。よいしょ。いやはや、まあ、おっかねえよ。久しぶりのホラーゲームでござるからな。ちょっと拙者も、緊張でござるよ。恒例じゃなかったっけ？初めてだったっけな。というわけでみんな、ホラーゲームに、乾杯でござるよ。よぼよぼトイレ、そこまでの頻尿じゃないんでござるな、まだの。まあ、中年になると頻尿気味になるんでござるかな。拙者まだの、まだそこは大丈夫でござる。まだ若いが悪でござるよ。ただ何でござるかな、まあ、この自撮りというタイトルでござるが、昨今ちょっとまあ怖い話が一つあっての。怖い話。これ身の毛もよだつ怖い話の、こうゲームプレイ前にのお話でおこう。これは、本当にあったお話です。それは、昨年の12月、忘れもしない、何曜日だっけ？忘れもしない、12月の末の出来事。でござる。まあ、その日、拙者は友人たちとの忘年会があったんですよ。忘年会。で、忘年会で、待ち合わせをしとっての。いや、本当に忘れたんだ。いや、拙者は最近もちょっと本当にもう日程が覚えられなくて、何日だったっけなって、まあ、こう、事前に決まっとる、この日は遊ぶよみたいな、この日はちょっと飲み会あるよとかは覚えとるのことあるが、過ぎちゃうともう思い出せんのよ。何日だったっけな、あれみたいなの。もう過ぎちゃうと思い出せんのよ。松の出来事。拙者、忘年会があっての、友人たちとの、地元の友人でござる。拙者の生まれて育った土地の、地元の友人たちと、まあ、年に一回会うんでござるよ、拙者。年に一回は友人たちと会うと決まっておって、それが忘年会か新年会なんでござるが、忘年会で会ったんでござるな。ただ、今回の集合場所というのが、まあ、大阪なんでござるが、大阪の都会の方での、ちょっと拙者普段行かん場所でござったゆえ、ちょっと遅れてしもうて、道に迷っての。時間は間に合ったんでござるが、拙者が着く頃にはもうの、友人たちは皆集まっておって、賑わっておった。ああ。まだ店には入れない時間でござったから、予約時間の前での、店の前での男3人がすごく盛り上がっておっての。まあ、友人たちも仲はいいんでござるが、なんかこんなに盛り上がってんの珍しいなと思っての、拙者おいっす、お疲れ様っす、って言って、ごめん、待った、みたいな感じで言ったんでござるが、みんな、全然気にしないよ、って。おう、なんかめっちゃ盛り上がって、何してんのって言ったの。これ見てよ、つっての、拙者にこう、スマホを見せてきたんだよ。そしたらそこに映っておるのはそれを差し出してきた友人の写真なんでござるが、もうの
ってこてにもうなんかもうピッカこってこてがなんかめちゃめちゃっていうかなんだろう、あのゴリゴリにうむゴリゴリに加工された友人の写真が写っておって、なこれめっちゃよくねめっちゃよくねこれすごくよくねみたいな、なんかすげえ俺若い感じしねみたいな、あーよともうん確かにまあ確かにねシワもないしなんかあれだよねシミもないしなんかすごいあの肌の感じもうんすごい若いねっつったら、おいお前らを見せてやれよみたいな、そしたら他の二人もこれも俺見ろよっつっての自分の自撮り写真見てくるんだよ、そしたらそれもすごく肌が綺麗で、あーなんかすごい綺麗だねって、なんかちょっと目も大きくての綺麗で、めちゃもう綺麗じゃんって、うんで何これっつったらお前スノーって知ってるって、スノーってアプリ知ってるって、俺これ最近分けるのに聞いたんだけどスノーってアプリすげえんだ、めちゃめちゃ漏れんの、ああ御年35歳になるの、弱い35の男たちがの、うむスノーで加工したの画像をめちゃめちゃ見せてくるんだよ拙者に、で拙者の姉もおるし妹もおるゆえ、あのスノー知ってたんだことあるな、スノーってなんかむしろなんていうかあの久しぶりに聞いたなっていう感じなんですが、おや天札の小武者のザル今の怖い話しておった、そう今年の12月の末スノーの話をさ、スノーって知ってるってお前スノーってアプリめっちゃすげえんだこれ知ってるってめっちゃすごいんだぜっつって見せられて、おめっちゃすごいねって、でもめちゃめちゃ漏れるっしょって、いやすごいねって、これすげえアプリお前も入れたらいいよって、お前も入れたらいいよって、なんかこうあたかも自分が作ったかのようにの、自分が作って自分が広めたかのように俺から聞いたって言ってもいいぜみたいな感じの、なんかこうなんかもうすごいおすすめされての、ああいやもう、まあ、拙者はまあ大丈夫間に合っとるよっての、まあどこにでものそっからなんかこうの自分の自撮りをこう加工するというのがなんかあの拙者の地元の友人たちでちょっとあのプチブームになっちゃって、うむ怖いなし友達って羨ましいの、進歩のにもおるでござろ、俺あでも今あれか友人たちみんな塀の中か、うん塀の中かの檻の中でござるよな、そうスノーののお話をされて、まあおよかったねってへへってまあその辺は盛り上がって終わったんだ、そこはちょっとプチブームがあって、割とその友人たちの LINE グループがあるのさ、そこにのポツポツとのこう、自分のこう写真を加工したのが載せられるのさるよ。で、拙者はそれを見てなんかこう、とこう既読だけつけて閉じてるのさるが、最近あの、どうやらその友人がスノーという存在を聞いた相手というのが、あの、職場の若い子らしくて、で職場の若い子らしくて、でこう友人はその職場の若い子いろんなものを吸収しとるようでの、こうスノーで自撮りを加工して、で最近あの何でござるかな、スノーで加工したやつを次はあの Tinder に載せ始めたらしくて、うむ35歳のおっさんがあの今 Tinder 始めたらしくて、うむで先日なんでござるか、あの友人から報告があって、あの Tinder で出会えましたっていう報告が上がってきて、ああいや拙者のおっさんの吸収力ってバカになんねえなと思っての、うん Tinder で出会ったらだから写真加工を覚えてスノー、そうそう今までスマホあんまいじってこなかった友人がスノーを覚えて、でそれを Tinder にアップすることを覚えて、そしてその Tinder でついに出会うことに成功したという話をのあの先日聞いて、うむ、いやおっさんの吸収力も半端ねえなと思ってよ、だからあのカラシトのデブ長殿、ロードのレッツトライでござる。さそれでは本題に入ろう。本日はこの自撮りでござるな、そう怖い話を一つのしたでござるが、人怖でござる。そう人怖でもおっさん怖でござるな。ああいやあの職場 の若い子たちもな、こう最初も冗談だったのだろうか、あのスノーってアプリがあってねと教えたの教えちょっとへーっておっさんをからかったみたいなもんでござる、きっとのうむからかったみたいなもんでござるかな。そっからまさかのこう若い人たちがやっとる Tinder にさらにおっさんが混じっていっての、今もうおっさんが今 Tinder で出会いを求めるの、そういうなんかそういうのが始まっとる、うむ拙者の地元界隈で、ああ独身の男たちがの今の群がっとるよ Tinder に。さそんなこんなでのうむ
本日は自撮りじゃねえや自殺でござるな。怖い話。それでは遊んでくでござるよ。よいしょと、まあ、チラザートの作品はの拙者もかれこれいくつかやっとるでござるが、まあ、これ最新作というでの、いや非常に怖いという噂を聞いてござる。よいしょ、さあどうなるでござろうな。よいしょ、拙者は Tinder やめたためでござるよ。あ、Tinder やめちゃったんだ。ダメでござった？ Tinder で追っていいんだと、そんな話？今面白いこと言っちゃった拙者。Tinder で追っていいんだって。今日一、今今日一出てしもうたわ。はい、それじゃあ始まるでござるよ。今友人からこれ、友人から LINE 来たわ。あの自撮り友人から今 LINE 入ったわ。怖っ。見られとんのかな、もしかして。では始めからいくでござるよ。前回のセグなんかないんでござるわ。このゲームには暴力シーンや一部グロテクスな表現。ああ、怖い怖い怖い。もうその時点でダメでござる。映せるんかな、大丈夫かな。いや、ほんと、視聴しとる可能性あるでござるかな。ちょっと怖いでござるよ。見バレが一番怖い。ほんとでござる。マウスが、まあまあいつも通り、あ、プラス、なんか、拡大があるんかな。音量大丈夫になる？音量。おい、新しい企画できたか。拙者事務職でござるが。え、事務職ですけど。あ、やばい、また来た、怖い。ボワボワしとる、ボワボワしとる。あ、ちょっと待って、あ、これだな。ちょっと待って、今ボワボワ直すでござるよ。よしよし、ちょっと待ってください。これだな、ボワボワの原因は。よし、これで OK でござる。あ、いや、これでいいか。これでどうでござろう。大丈夫かな。若いんだから足を使え、足を。これ大丈夫ざる。若いんだから足を使え使え、足を。まあでものこのご時世の足とか言われてもの。新しい情報、流行りなんかは終えてるか。お、大丈夫ざる。よし、 OK でござるな。流行りなんか置いてるか。はさ、流行る、スノーか。スノーでござる、流行りって。知っとるよ、拙者。スノーでござる。あの、昨今流行りのスノーでござるな、これ。スノーの話。たぶんあの、企画ってスノーのことだな。あの、なんかあの、スノーでティン出すのがいいって。うん。最近あの、ティンダがめっちゃいいみたいでござるよ。あの、スノーで加工してティンダで始めるっていうのがめちゃめちゃいいらしいでござる。そう。これがそうか、これがフラグ回収のやつから。の。流行とだ、流行。伏線回収。うむ。見事な伏線回収。もう今日はこれしまいでよいかもしれん。うむ。ティンダーの、そう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 、キャッチフレーズはどうでござるな。スノーでティンダー、おティンダーってどうでござる。スノーでティンダー、おティンダー、これでいこう。いえ、最近は使われていない家なんかで肝試し的なことをするのが流行ってるらしいぞ。はあ、それはあの、え、それは大丈夫なやつ。住居に勝手に侵入って大丈夫なやつか。会社でござるな。なんか奇妙な家らしい。〇〇県〇〇市のこの家、ここなんか奇妙な家らしい。ほう、奇妙な家でござるか。スノーでティンダーやってるよ。やっていいんだ。スノーでティンダーやっていいんだってこと。なんだろうな、この、いや、まあ、この言っちゃダメなんでござるが、こう、声優の方というか、まあ、演技しとる方が、そうでござるな、の、やっとる方々、ああ、学園ハンサムといい勝負。うん、学園ハンサムといい勝負でござるな。学園ハンサム、学園ハンサムといい勝負か。お前以外に誰が行くんだよ。カメラ忘れずに持っていけよ。今の笑、今日ホラーゲームだって言ってんでしょ。今日はホラーゲームだって、笑いどころなんかないんでござるよ。すべてホラー、怖い話でござる。不法侵入やぞ、前科つくぞと通報されるたくなけりゃ、まる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 よこせ。え、カラストの怖い、そんな仕事しとるんでござる。これが闇の商売か。闇の公務員でござる。いい映像撮れるまで帰ってくるんじゃねえぞ。パワハラだな。これ時代でござるかな。まだもしかして Tinder ない時代かもしれんの、時代設定。はーい、では
これついたの暗いな。え、真っ暗だけど、これこういうもん。真っ暗でござる。え、みんな画面見えとる？ま、ああ、映った映った。はあ。あ、もうプレイできるのか。あ、結構これ画面動くな。こう。ちょっとこれは慎重にしたいと酔っちゃうやつでござるな。マウスの感度高めでござる。あ、今回すごいな。ほら、みんな見える？星空もちょっと見えるんでござるよ。ちょっと暗いけども。へぇー。なるほどな。見て、あれがデネブ、アルタイル、ベガ。夏の大三角だよ。君にこの星を見せたかったんだ。それじゃあ行こっか、肝試し。バイトはしないの？バイト？何の話？バイト？急にバイトの話？いや、拙者の本職ちゃんとあるよな。大丈夫だよ。右下が光ってて星空見えない。心の目で見るんでござるよ。心の目で。果たして学園ハンサムを超えるホラーになるのか。学園ハンサムのあの ラブコメなんだよな。あれにホラー要素はまああるっちゃあるのござるが。それではの、プレイしていこう。シャッスシャッス、あ、はい、シャッス。さあ基本的にはのホラーゲームでござるからな。で、あ、全身はいつも通りでござるな。で、拡大ができると。へえ。はい、タヌキよ。タヌキタヌキタヌキ。やだ、何今飛び立った。タヌキに夢中で。タヌキ今大事なもちょっと大事なところでござらなかった。タヌキに夢中でござったわ拙者。ちょっと今回画面動きすると怖いな。タヌキでござるが。へいへいへい、タヌキ。分かってんだ、拙者。このスタイルのタヌキは、このスタイルのタヌキには必ず、ついてるってこと。そこは隠すか。さすがチラザート、抜かりないでござるな。配信も意識したの。配信も意識した。うむ、見事な采配でござる。ここは隠すか。よし、じゃあ行こうでござる。下ネタで、ちょ、何のことでござるか。さて、それじゃあ、帰るとしよう。いやー、いいタヌキだった。あれ、出れないな。あ、そして先ほどちょっと、拙者、挨拶遅れたかもしれん。あ、よっちゃんだろ、こんばんはでござるよ。挨拶遅れてしまった。うむ。一つ聞きたいんですが、落ち武者さんのことは何と言えばいいですか。拙者のことはそうでござるな。プリンスとでも呼んでいただこう。拙者のことはプリンスとでも呼んでいただこう。配信会のプリンスでござるよ。これは何だろう。暗いんだよな。まあでもそういうゲームか。あれ？どこだここ。あ、家の裏側に回れるのでござるかな、これ。あ、立派な家でござるな。なんか庭というか。ちょっと見にくいんだけど。ハゲさんだよ。嘘を教えてはいかんよ。嘘を教えてはいかん。そんな方一人もらうのでござろ。みんなプリンスって呼んだる。プリンス、落ち武者、落ち武者プリンス。へえ、なるほどの。まあ、外観は古めかしい日本家屋というか、あ、なんかちょっとカクつくんでござるな。画質が、の随分上がったせいか、カクつきが、おーっと、はっはーん。こいつはなかなかオープンスタイルの便所でござるな。オープンスタイル便所。あ、街灯もない。え、電気もないの？ここ、オープンスタイル便所。おや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 。参っちゃうな。本当に不思議なんでござるが、なんで男の方はこんなオープンなんでござるな。本当思うんでござるが、男のトイレってなんでこんなにオープンなんだろう。なんかこう、男のトイレは見せてもいいみたいな、この概念なんなんでござるな。うん。男の方は見せてもいいみたいな概念、あれなんなんでござるな。よくないでござる、スタイル。おや、影武者ちゃんの顔武者でござるよ。よくぞ来てくださった。今日はホラーゲーム配信でござる。そう、まず物件チェックでござる。
大きい方はないのざるが、これ大きい方は入れない。大きい方はここか。あ、入れる。なるほど、大きい方のトイレは、あー、ストロングスタイルだった。ちょっと危ない、これは危ない、これは危ない、危ないよこれは。こ、あ、はまっちゃう、はまっ、お分かりいただきたいのだろうか。今拙者穴の上を浮いてる、穴の上を浮いてるんでござる。お分かりいただけるか。拙者今穴の上を浮いてる。なるほど、これがあれか、消臭力の効果か。見えないバリアってことね。はいはいはい、消臭力の効果です。これが消臭力のパワーがの、うむ、匂いの元を立ったのにさんが見えないバリア、それが消臭力でございます。すごいな、さすがだ。あ、閉めら、閉まった。あ、開いた、よかった。なるほど、自動ドアなんだ。へえ、よくできてんな。あ、でもなんかこれ紙が貼ってあるってことある。あ、じゃあこれ窓か。なるほど、まあ、トイレの部署こんなもんで言うさ。さあ、それじゃあ行くでござるよ。いや、おっかないでござるな。ふうこれ裏口から入っていいのか、多分これ裏口なんでござるが入っていいのかな。だって拙者多分ぐるっと回って裏口に来ちゃったけど、いいんだろう、これ正面じゃないんだけど、まあええんか。あ、音が静かになったらさ、なバッドエンドの一つだった神だった。ちょっと暗いでござるな、もうちょっと明るくならんかな。画面ちょっと明るくしようか。ちょっと待ってくださるの、よいしょと。はい、画面ちょっと明るくするの、暗いでござるな。画面を明るくするのどうやるんだったっけな。ここでフィルターだったかな。どれだったっけな。カラーキー、カラーキーか。これでござるか。え、これ多分違うな、これじゃねえな。どれだろう、どれで明るくするんだっけ。ちょっと待ってくださいの。あ、わかんねえな。うん、わかんねえや。どれだっけ。あれ？できないんだっけ。はってはって、ゲームキャップ、あ、そっか、ゲームじゃない、設定、確かに。ちょっと見てみるでござる。ありそうありそう、設定、あ、あるある、よし、これで設定しよう。明るさ、これざるな。え、これでええんか。あ、ライブ明るくなったでござるな。よし、これでいいでござろう。明るすぎる明るすぎるか、明るすぎるな。ちょっと暗くしよう。怖さ半減どころではないよ、さらな。ちょっと一回デフォルトに戻して、明るさを、こんなもん。どうだ、こんなもんかな。ちょっと明るくなった。よし、これでいこうでござる。さあ、ではの、恐怖探検に進むでござるよ。ただすでに入り口間違っとる感じがしての、ちょっと怖いのでござるが、まあいいでござる。
じゃあ土足でのお邪魔するでござるよ。なんか申し訳ないな、ボロボロでござるな、日本家屋でござるが。まあ、ゆっくりとのこう、ね、なるべくの画面の動かし方もゆっくりときたいのござるが。アイドルアイドル、じゃあ失礼しますでござるよ。はーい、なるほどの、ボロボロでござるな。さてはこの家猫飼っとったな。だから猫飼っとる今の障子ダメだって言ったでござろう。おボロボロでござる、こんなんもう猫好きだから、あいつらの張ったそばから破ってからの。猫飼っとったわ、確実におるよこれ。猫出ること間違いなしでござる、ほぼ確定。猫確変モードでござるよこれ、もうほぼほぼ猫出るでござる。みんな猫を探そう、猫。猫いるでしょさろこれ。ちょっとよく見よう、よく見よう。絶対あのご飯置きというかの皿があるはず、皿があるはず。あ、もしくはトイレがあるはず。ないな。なんだなんだ。なんか奥にあれは何のだろう。マネキンみたいのがあるの。閉じ込められたマネキンがあるでござる。はて、まあ猫でござるな。よし、それではの進んでいこう。これはなんだ、なんでござるこれ。大量に丸められた、これはトイレットペーパーか。え、こっから持ってくスタイル。え、遠ないか、こっからだってトイレまで。あ、まあでもそうか、ギリギリ行ける距離か。なるほど、ここにトイレットペーパー置いておいて、これはもうダッシュで急げば。ダッシュボタンになるんかな、今回ダッシュないのか。確かにここだったら、うむ、まあまあ確かにの動線的にはまあまあ大丈夫だからな。うん、あ、でここも自動ドアか。大体全部自動ドアだ。すごいな、この家。オール電化か。はあ、なるほど。まあ、こんだけの量おるってことは、多分相当近かったんだろうな。うむ、胃腸が弱いのだろう、きっと。わかるよ、胃腸が弱い、つらいの。うん。胃下垂の方とかの、割とな、食べてもすぐトイレ行ってしまうよな。それだったかもしれんな。はい、ではこちら。ダンボールがあるの。へえ。あ、ちゃんと神棚もあるでござるな。ただだいぶ荒れてしまっとるの、神棚の下。なるほどなるほど。はいはいはい、向こうが土間でござる。なんだこれ、中庭。ああ、見せるタイプのディスプレイ、おしゃれでござるな。あ、ピアノがあるでござるよ。これは弾くしかないとされな。あ、押せないんだ。へえ、あ、鏡だ。え、鏡に何も映らない。黒板か。なるほど。あ、消臭力がある。ほれみんな、消臭力、あ、違うわ。え、なんか書いてるな。なんて書いてるこれ。あの、え、なんか虫って書いてる。なんだなんだ。いや、読めないな。まあ、ここに消臭力があるということは、なるほど。ティッシュ無限に出したの猫ちゃんもいらっしゃるでござる。そう、あのティッシュって面白いのでござるな、猫にとってはの。これ開けたりできないのでござるな、あんまり。なるほどの。というかこうちょっと暗いでござるからな、電気使うのかな。オール電化でござる。使うんか。へえ、まあでも神棚もあるで、神棚綺麗でござるな。まだの下に布団でござるし、ここは誰かの部屋だったのだろうか。あ、そっちが開くの、こっちをして。すごい器用な開き方すんな拙者。おや、光がライトがついとんな。え、怖いな。なんだ、結構広い部屋でござる。家は広いな。玄関どこでござる。
え、これ廊下か、ここは広い部屋でござるな、家が本当に。あ、え、なんだなんだ、誰か催した。え、ちょっと、え、ここ風呂場でござる。え、トイレ、風呂場、ユニットバス。いや、ね、この時代ユニットバスないでござる。中でしちゃダメでござる。あののお風呂で、お風呂場で、お風呂場で、ダメなの、お風呂場でお小水はダメでござるよ。あのの風呂でさせたりするでござるが、子供とかにの、ダメなんでござる。あれはの、配管がの、配管がちょっと傷んだりの、こうなんかの、えらいことになるよな。お風呂でさ、ああダメだ、もう手遅れだ。こんなに出したらもう、えらいこっちゃでござるよ。はあ、あ、なんか濡れてる、ここでもう出ちゃったか。ここで、おお、なんだ。ああ、拙者意外と小柄。思ってたより拙者小柄でござるわ。見てこれ。これ。では、あの、気持ちふさふさでござるよ。髪の毛は立派でござる。ちゃんと生えとるわ。よかった。そして、ここにアサルト。アサルト。聞いたことないメーカー。そして、この辺りはでも、え、本当にこれ昭和とかでござる。結構いいよ、ござる。なんかちゃんとした。の洗濯機もあるんですね。あ、また閉まっとるし。で、ここ開けれないんでござるな。立て付け悪いんでござるか。え、何の音でござる、これ。あ、雨が降ってきた。雨かな？なんかこっちで。あ、ニュイな表情でござるな。あ、ニュイな表情でござる。ちゃんとの隠すと隠せるよな。うむ。え、でもちょっと切なくないでござる、この絵。あれだろ、これ多分の全身ちょっと裸で描いてもらおうと思って、脱いでこう、なんでござるかな、こう、あれだろ、え、モデルやってよって言われて、え、モデルですか、初めてなんですよ、できますかねみたいな感じで、こういざ描くで、じゃあ服脱いで、え、脱ぐんですか、脱ぐですか、え、ちょっと恥ずかしいな、でもまあ描いてもらえるなって、こう脱いだはいいけど、いざ描いてもらったの見てみたら、胸から上、そこ、え、全部脱いだのに、全部脱いだの描いてんの、そこっていう顔でござる、これ。あ、そこしか描かんの、全部脱いだのに、そういう顔よ、これ。あ、なんで脱いだの、拙者って、なんで脱がされたんって、え、なんで服着てもよかったんではこれみたいな、チューブトップでよかったんではっていう、うん、なんとも言えないおじさんの顔でござる。かわいそうにの、寒かったに違いないでござるよ。あ、ここ玄関でござろうか。あ、こちらが、あ、ここが入り口だ。やっぱり最初は裏口だったんでござるな、あそこは。あ、両方開くんだ、こっちは。開けとこうか。でもかわいそうなチューブトップおじさんでござる、あれは。ヒゲは生えてるね、そうでござる。立派なヒゲが生えてるの、多分おじさんでござる。あ、でもなんかこの、なんだろう、この、なんかこの絵、外せるとかない、外せないんだ。切ない顔でござるな。さ、それじゃあの、あ、今閉まった、今閉まった、ちょっと自動なんですけど、ドアだけずっと自動で閉まるんだけど、怖っ。一番の怪奇現象でさるよ。もうここだけ見ときゃいいじゃん、大丈夫だな、これ。ここだけ見てればいいよ、もはや。これ見とってくだされ。怪奇、自動で閉まるドアでござるよ。だ、この映像撮っときゃもう拙者仕事 OK でござらん。怖いことが起きるまでの帰ってきちゃダメ言われとるゆえ、これ動くのを見ておれば、もう拙者仕事 OK でござる。ここのドアが閉まるのを見れば、もう拙者の仕事はクリア。ほれ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 、もうか、怪奇現象ゲットでござるよ、完全に。え、仕事終わりでは？帰っていいのでは？もう。帰っていいのでござるか、これ。ダメなの？完全に今怪奇現象でござったか。やっぱり高校で見たように面白い。なんと、嬉しいことを言ってくださる。匿名殿。今日から先生たちもマイフレンドにな。よし、頼むとかだよ。え、これだって怪奇現象ですよ。あ、でもまだ多分のろくなアクションが起きとらんゆえ、とりあえず進めてござるよ。の、
やっぱあの勇気を持って猫を探すでござる。ここにも姿見でござるな。あ、そしてマネキン。なんだろう、マネキンがのこう廊下を見とる。へえ、なるほどな。拙者今多分のあの目線あたりにカメラを構えとったでござるから、このマネキンの身長がおそらくでござる、まあ、この時代の建物でござろう、この時代の建物でござる、そんなでかくないでござろうから、このマネキンの身長はおそらく170ぐらいでござる、170ぐらいでござろう、おそらくな、おそらく170ぐらいと思った時に拙者の身長でござるな。拙者これ160ないのでは、拙者160ないのでござるか、これ。あ、やべ、あ、ちょっと待って、スタックしたハマっちゃったでれ出れない。出れなくなった。あ、あれ、ちょちょっとどいてくださる。そこどいてくださるか。拙者の今詰まってしまうけど、あのそこあのボンキュッポンのお姉さん、そこどいてくださるかの。拙者今詰まって動けなくなっちゃった。ここから拙者配信をせねばならないな。ちょっとどいてくださるか。ダメか。いい太ももしてんな。うん。足元見れるの、足元見れるよ。拙者ほれ、ちょっと濡れとるわ。誰かのお小水。うん。またガラスがあっての、あ、いけたいけたいけた。あ、そっか、ドアか、ドア閉まっとったんでござるわ。忘れとった、ここの全自動で全部閉まるんでござる。ドア拙者がのぼーっとしたらドア閉まったんでござる。あー、びっくりした。おっそ、ホラーでござる。今もう配信始まってのかれこれもう40分経つのにの、動けんくなるという終わり。ここにも消臭力がある。この家消臭力多くないでござる。ちょっと消臭力多めでござる。あー、これはでも殺虫剤でござるな。虫、あ、あ、あいとったの。はいはい、なんかおるでござるか。なんもらんでござるな。あ、全部開くんだ、すごいな。宝探し気分は、宝探しでござる。へえ、なんもないのか。なんも起きないでござるし、なんもないでござるな。猫もおらんし、猫も、あ、でも猫もあれか、なんかの見た感じの全部の、うむ、全部の障子破られとるわ。多分猫もの、もう破り尽くして貼る人間もおらんくなってしもうて、うむ、もう家から出たんでござるよ。今日猫に会えんかもしれんな。いや、みんな残念でござる。会いたかったの猫。あ、おこたでござるよ。お、おこたにマークが。え、入るってこと？正気か拙者。正気か？え、こた、ここか、しょ、拙者のメンタルすごいな。入るんか、もしかしてこれ。そう、猫ちゃんもう障子破くのに飽きちゃっての。誰も貼ってくんねえかダメだわなと。去ってしまったのさろ。なんかショート見てたら広告出てきたから面白そうだと思ったら、思ってみたら面白い。悲しくないでござるよ。そういう手のくださると拙者のモチベーション上げ上げでござる。ああ、誠に悲しくない。あ、これを見ろってことか。なるほど。はい、チェックでござる。はい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 。隠された部分には、乳首でござる。そら。しや、知っとるよ。さっきの絵でござる。隠された部分には乳首があるのさるよ。そら隠すよ。映せんもん、そんなん。隠された部分、チューブトップでござる。チューブトップの下にピクチャム、手首でござるよな。そこしか読めないでござるが。編集された映像が出回る。隠された部分には手首。って話？あ、でもなんか、あー、いや、なんだこれ。人が歩いとる絵、どういうことだろう。まあまあ、ええでござるな、別に。特に、なんもねえでござる。あれ、これ、ああ、いいのか、これで。OK とさる。よし、やっとなんかちょっとの、アクションらしいアクションが出たでござる。おや、もかたの、こうむしゃでござるよ。今日はの、ホラーゲーム、
自撮りというのの、いやじゃあ自殺というのをやってる。自撮りと書いて自殺というのを取る。あ、ビデオが見れるんかな。え、あれビデオ何も押せんわ。押せないんだ。あ、これのこの時代どの家にもあるんでござるな。これ不思議なもんで、この鮭を加えた木彫りの熊、これがのどこにでもあるんでござるよ。この時代の家って不思議でござるよな。守り神かなんかでござろうか。昨今見ないでござるかな。およそ木彫りではないテカリ。いや、あれはニスとかめっちゃ塗っとるでござるよ。お、仏壇でござるな。はてはて、あ、でも会員用も何も書いとらんな。大体のあのこういうとこのこの下ぐらいのこうのへそくりとかあるのざるよ。そう、こういうとこ探るのはバチ当たりのざるから、隠すならこういうとこざる。へそくりはのないか見れんか。よし、迷いでざる。さてさて、こちらまあ廊下でござるが、なんかアイテムらしいアイテムない。あ、中庭出れるのか、出れないのか。さてさて、北海道お土産、あ、どっかでもどっかの土産なんのだろうか。あれ木彫りの熊って、みんなのあれなんなんのだろうな。木彫りの熊って果たしてあれ自分で買っとるんのござるか。自分でこうやっぱ家には木彫りの熊だよねみたいな感じで買うんのござるか。おしゃれみたいな、これがないと家じゃないよねみたいなの、みんな木彫りの熊買うんのござるか。もしくはこうやっぱの旅行行って買うんのござるか。お、あれ一周回ってきた。やっぱりここでござるな。やっぱり拙者ちょっと小柄なんだよ。はて、この音は何なんでござる。どっかで音が鳴っとるんでござるが、音の元を探りたいでござるな。あ、ここか。ここでござるな。なるほど、これをキュッと締めると、すごい、ここだってもうあれだろ、この家が使われなくなって、どれだけ経ってるんだろう。何年か経ってるはずなのに未だに水道が出ると。ここに住めば水道代タダでござるよ。拙者も無限水道をゲットでござる。あ、この懐かしいタイプ、いや昨今のこのタイプ見ないでござるが、このの給湯器、これのいいんでござるよ。この給湯器、いやみんな知っとる、最近の子たちってこの給湯器知らんでござろうが、この給湯器ってこのカチッとボタンを押すとの中で炎がボッと燃え上がってお湯になるんでござるが、このタイプの給湯器ってめっちゃ頭の早いんよ。めっちゃ早いんでござる。これあ、浄土の知らん、このタイプ、これのここにお湯のやつあるでござるが、昔は割との昭和の頃というか平成初期ぐらいはのこういうタイプが多くての、今みたいにのこうなんだろう、左にやれば、この、蛇口の、こう、なんだろう、この、あれを、あれ、蛇口の、なんだ、持つとこ、なんだ、スイッチじゃねえ、なんていうの、あれ、蛇口の、なんでござる、蛇口をひねるところの、こう、右に回せば、こう、お湯とか水とかになるんですけど、でも、この時代は、こう、カチャッと押すと、めちゃめちゃ、早くお湯が出てくるんだよ。今みたいなちょっとの時間まだかなって待つ人ないのに、すぐなのだよ、これだったら。すごいのだよ、これ。そう、拙者これ好きだったな。今じゃのう、こんなんつけとる家ないでござるが。うむ、職場で現役。あ、いいな、現役。あったかいのだよ、これの早くあったまっていいんでござるよ。職場とかの工場とかの案外まだのついたとこ多いでござるな。そう、懐かしのの、懐かしのアイテムでござる。おや、あずきのおやすみでござるよ。おつむしゃ。そう、すぐな温まってるのが非常に良いのでござる。これだから本当にのティファールとかいう次元じゃないゆえな、すぐにお湯になるゆえ、本当にすごいんでござるよ。これなんでこれなくなったかっていうと、本当にでかくて、多分でかくて、まあ危なっかしいのかな、危ないかもしれんな。ガス給湯器、うむ、良いんだけどな、これ。さて、それじゃあまあ冷蔵庫を開けれないのか。あれ、ティファールが置いて、ティファールがあるぞ。おや、ちょっと待って、それティファールが出てくるとちょっと時代設定おかしくなってくんか。ティファールがある、しかもこれ我が家にあるタイプと一緒だ。これだって
拙者買ったの6年前とかでござるよ。6年、7年前か。これ、このタイプがあるっていうことは、味噌も置いとるし、嘘。電気も通ってるか。これ誰かおるな。味噌が合わせ味噌だ味噌探偵がおる。味噌探偵がおる。これ多分出汁入ってるタイプ。出汁入ってるタイプの味噌でござる。そう、味噌入っとるし、横のこれは、なんだこの赤、七味にしてはでかすぎるな。なんだこの調味料。七味にしてはでかすぎる。知らない調味料だ。でかすぎる調味料。これなんでこれが気になるな。これまだ人住んでるんだよ、ござらん。そう、拙者が不法侵入なのか、先に不法侵入者がおるんかでござるな。いや、結構あるんでござるよ、こう。心霊スポットとかのそういう廃墟に住み着いてるホームレスの方とかおるんでござる。あながち、ほれ、この床も綺麗でござるし。これ、住んどるんでは？味の素、味の素でパンダでござらん？パンダでござる、味の素は。まあ、いいでござるよ。何はともあれ、先に進もうか。食卓でござるな。はあ、なるほど、なるほど。テレビはなくても、ここで夕飯を食べておったりするかな。テレビなしでも家族の団らんは、もうお互いの顔を見つめ合うと、そういう感じでござるな。なるほど、まあそういうたのやるでござるな。ちょっと食事中はテレビ禁止だよっていうのを言え、あるでござるよ。ああ、うちはの、そう、まあの、小さい頃はそうでござったかな。拙者妹が反抗期をの迎えたというかの、まあ拙者がまず迎えたんでござるが、もうの、反抗期のやつが一人おるとの、こう、家族の団らんなくなるゆえ。それ以降の拙者んちはの、あのテレビ解禁だったでござるよ。食事中のテレビ。やっぱりのテレビって便利なんでござる。でも最近ほんとテレビっての見なくなったなと。ニュース番組しか見んでござるよ。バラエティものなんかこういいのあるでござる。安入りだな。あれちょっと一瞬、意外とちっちゃい部屋でござる。これ意外と小さい家。あ、2階がある。2階がある。よかった、もう周り来たかと思ったらさるよ。2階があるざる。へえ。まあでも2階の前にまだの細かく見といた方がいいでござろう。こっちがここはさっき、あ、ここはピアノの部屋。裏から回ったことだな。でこちらが裏口はもう特に何もなしでござるな。でもこれ多分脱出経路としての裏口はの確保しといた方がいいでござろう。奥に行くと広いな家が。ここはどこだ。ここは、あれ、ここは見たっけ、拙者。あ、ここにも熊。木彫りの熊2匹目でござる。これさては、お土産でもらっとんな。ご近所さんが多分お土産で買ってきとるわ。この木彫りの熊は。今だと逆に夕飯時しかテレビ見ないかも。ああ、やっぱそうかも。昨今のもうテレビ、娯楽のたくさんあるゆえな。テレビだけではないゆえ。おーっと、何これ、誰か寝てない、これ。これはもはや誰か寝とらん。あれ、そう、木彫りの熊の2匹目でござる。まさかの、どう、立派な家でござる。何 LDK でござる。これ結構立派なの家でござる。俺のまた同じ木彫りの熊。何でござる、これ。こっちから開きたいな。こっちから開きたいのでござるが、こっちから無理でござる。こっちからしか見れない。はあ、あれかな。のび太が秘密で飼ってたドラえもんとか。秘密での教え飼っとったゆえ、のび太が他界した後、もう誰も開けなくて、こんな風になっちまった。苔が生えてしもうたの、ドラえもんでござる。かわいそうにの。まあ、ドラえもんはそっとしておこう。いや、こっちにもあった。あ、これドラえもんじゃねえな。ただ、でも同じもんでござるな。ただのオブジェクトでござろうか。こっちにもおったわ。ドラえもん2台おったわ。もうすぐドラえもん拾ってくるんだから、最近の若い子とかも、子供はの子供ってすぐドラえもん拾ってくる。困るんだ、ドラえもん拾ってきてもの。あいつポケットにの爆弾抱えとるし。
さてさて、よし行くでござるよ。でも本当に豪邸でござるな。めちゃめちゃ広い家でござる。はーん、何部屋、何部屋ここ、え、何部屋ここ、あれかな、これもしかして、え、もしかしてここってあのお父さんの部屋とかかな。おや、神様の仏殿、はじめましてござるよ。今日はのホラーゲーム、うむ、シラザートのホラーゲームのプレイションでござる。怖い配信でござるよこれ。いやー、これありがとうござらん。いやー、やっと新しい家ができたねって。え、ここが長男の家部屋で、ここが娘の部屋で、ここが母さんの部屋か。私の部屋が奥にねあるはずなんだけど、どこだったかな。パパの部屋ここだよ。ここか、パパの部屋ここか。え、パパの部屋6畳あるって聞いたんだけど、予算がないってママが言ってた。そっか、予算なかったか。パパの部屋半畳だな。人間の畳1畳あればいいって言うけど、半畳は初めて聞いたな。そっか、パパここか。あ、でも意外と落ち着く。うん、そっか。え、パパはご飯までずっとここにいてって。わかったわかった。じゃあパパはそうだね、ご飯の時までここにいよう。何かあったら読むんだよって。嫁が強いって大体こんなもんよ。うん、嫁が強いよ、こんなもんでござる。しょうがないよ、嫁が強いんだから。かわいそうにの、35年ローでの建てた家の家の構造はの、そう、普段家におるの、嫁が、産む、妻がの、使いやすいようにと思っての妻に設計を任せたらこれよ。ああ、せめて妻の部屋の半分でもらえよかったのよ。の、こんな狭い部屋じゃ、こんな狭い部屋じゃ何ができるのおさるか。こんな多分配信はできるか。あ、で、アース、これアースのおさら、アースゴキジェットのおさろ、きっと。なるほど、このスペースに出るんだ、ゴッキー。参ったな。その制度を採用しよう。かわいそすぎとせる。え、誰かいた、え、誰かいた、なになに、どこどこどこ、え、どこどこ、あー、タヌキでござるな、あれ。あれタヌキでござらん、あれは多分タヌキでござる。他に誰もおらんでござるが、え、拙者もしかしたらホラーなあれ見落としとる。昔は一家4人がおった、はい、いい話を、あとの猫持ったのさろう。ああ、まあ、猫がのワンチャンドラえもんの可能性出てきたのさるがの、ここにおった猫というのがの、うむ、この少女の破り倒した猫というのが多分ちょっとドラえもんだった可能性がのちょっと出てきたのさるが、まあ、そこはのおいおい判明するのさろう。さてと、で、何したらええのこれ。なんかやること終わっちゃったんだけど、帰ろうか、もう帰ろうか。もう見渡したんだことは静止者、もうないよ、なんもないよこんなん。え、広いお家ですねって、クマが2匹いましたって、上司にもその報告でいいのさ。なんかドアが自動で閉まってクマが2匹いました、おそらくご近所さんのうち、ああ2組は北海道に来ましたねって。あ、2階か、そっか2階があったの、忘れとった、2階見ずに帰ることだった。あ、危ない危ない、ナイスカラシとでござる。さすがカラシ、さすカラシ。2階への道はどこでござったっけ、こっちか、あ、ここでござるな、2階。さあ、そんじゃのび太の部屋に行くでござるよ。あ、なんかペットボトルが落ちてる、薬品みたいでござったな。はい、あー、あ、これあれか、障子直しとるんか、ここで。はあ、なるほどの、猫ちゃんに気遣いできる、いい。え、君が直しとんのこれ、大変でござるな、両手ないのに。え、2階、
あ、2回え、2回せばない2回せばないよざる。終わり2回。え、2回せば、何この無駄な階段。あ、ここか。おや、鈴木殿、こんばんは、初見です。デブ、鈴木殿。なんだろう、そのデブの文字を載せし、よく見とるゆえ、うむ。なんか初見の感じがせんでござるが、あ、はじめましてござるよ。拙者、街角のちぶしゃと申す。よくぞの、来てくださった。本日はの、ホラーゲーム、チラザートとの最新作、の、自撮りと書いて自殺というもの、怖いゲームのやっとるござる。今はの、猫を探しとる。あ、びっくりした、狭くて。あ、ちょっと待って、みんな、見てこれ。お分かりたいくださるか。なんか人の顔みたいに見える。ほれ、人の顔みたいに見えんな。あ、見えんかったわ。全然そんななかった。見えるかなと思ったんだけど。ここでござるんじゃ、あ、やだ。ドラちゃん封印されとるわ。ドラちゃん封印されとるわ。やっぱり。そらそうよ。こんだけ障子破ったらの。ありとある障子破っとる。ドラえもん封印されとったのさる。きゃー、しょうがないの。でもこんだけ破いてんだもんな。うむ。破いて上で直すでござるが、足りんもんな、確実に。かわいそうにの。鍵が必要か。あ、確かに。ちゃんと調べた方がいいよ、さるな。鍵が必要でござる。なるほど、鍵がないとここに入れないのさるな。で、ここに入らねば話が進まんってことになるか。やっぱり開かないでござる。いや、これどかしたらなんとかなると思うんでござるが、蹴っ飛ばしてもいいんでござらん、これ。ダメなのかな。鍵が必要でござる。鍵か。そんなんどこにあるんでござるか。まあ、しょうがないの。じゃあ下行こうか。とりあえずの鍵がないでござるから。まあ、このタイプはもうの、古いゆえ、だってこれ、あれござろ？え、だってこれ、障子でござるよ。いや、え？障子にねじ止めってどういうことでござる？障子、え、障子じゃねえ、あの、襖にねじ止めってどういうことでござろ？こんなん、すぐ取れるでござる？こんなん。どういう構造これ？ビリッといって終わりでござるか？紙だよ。換金が甘すぎる。簡単にの扉外れるござるが、下明かりついてね。え、ついとった？明かり。電気が見える。よいしょ。あ、そしての、間のコムシャルござるよ。大丈夫ござる。まだの始まっての何も進んどらん。うん。ただの部屋をの散策しとるだけでござるな。鍵を求めての、どっか出れるんでござろうか。やっぱりリビング怪しいの。あ、そんなバカな。さっきまでこんなものなかったはず。ビデオでござる。ビデオゲットでござるよ。え、なんで電気が今消えたんでござる。ビデオをゲットしたでござるよ。よし、持って帰ろう。もはや持って帰ろう。こんなとこに見るやつバカでござるよ。だって電気通ってねえんだもん。アホでござる、アホでござる。こんなん家帰って見るに決まっとるだろう。こんなんだって電気通ってるわけねえんだから、ここで見ようなんていう発想、バカの発想でござる。ああ、拙者は賢い武者よな。こんなん家持って帰って見るに決まっとる。あれ、開かないでござる。あ、出れないでござるな。ダメですよ、出れないでござるよ。おや、プラム殿。プラム梅殿。こんぶしゃでござるよ。はじめましてござるな。拙者、街角のおちむしゃと申す。うむ、今はの、ホラーゲーム、自撮りと書いて自殺というもの、怖いゲームやっとるざるよ。今の、ビデオをゲットしたような拙者持って帰ろうとしたのざるが、うむ、脱出できないでござる。いや、仕事熱心な主人公でござるな。こんなんゲットしたらもうすぐ帰っていいと思うでござるが。それがもしかもうここにっぽいでござるが。水道出るってことはポンプ動いとるから電気通っとるでござる。ああ、確かにそうなんでござる。じゃあまあしょうがねえな、ここで見るしかないんでござるか。でも昨今の若者でござるから、拙者そんなんの
え、だって今の若い子ビデオの見方なんかわからんでござろう。おそらくこの方新卒でござるからな。この主人公ビデオの使いでわかるんでござろうか。今だってもう DVD でも古いんでござろう。ブルーレイでござる。ていうかもうブルーレイも昨今もう使わんかもしれん。もう全部もうオンラインでござるからオンデマンドでござるよ。まあしょうがない。あ、入っちゃった。じゃあ行こうか。いや知っとる先生、こういうの大体のこういうのの怖えんだから、こんなん遠巻き見るのにいいの。遠巻きで見りゃちょうどいいんござるよ。こんなんほれ、これからの距離で見よう。これから距離で見とこう。うん、始まんねえな。やっぱり近づかねばならんか。しょうがないで、ちょっとあの見るとさるよ。みんな多分こっからホラーが始まるよな。お覚悟。ほんと帰ってのもう休んで明日の仕事への備えるべきなんでござるが、ああ拙者はとりあえずの一杯飲むでござる。あ、なんか言うとる、なんか言うとる。あ、聞こえんわ。何とかわからん。ほうほうほう。何枚だ何枚だ言うとる。へえ。あ、これあ動ける。え、動ける動ける何これ、動ける。え、どういうこと、どういうこと。なんで拙者今動けんの、これビデオ見ながら。え、 VHS だと思っておったら、これもしかして VR だった。え、ビデオに見せかけて実は VR 機器ってことこれ。は、すーげー、めちゃめちゃ動けるわ。 VR でござる。 VR バーチャルリアルじゃないでござるよ。 VR でござる。バーチャルリアリティ。あ、しかも移動もできる。へえ、すごいな。ほんで、あ、ここが出口か。あ、なるほどなるほど。じゃあ拙者も間に入って。へえ、すげえ、ハイテクすぎんか。しゃがむとかできないのかな。しゃがめないのか。あ、しゃがめる、しゃがめるじゃん。あ、じゃあもう一緒にちょっと拙者もじゃあ混じって。それでは落ち武者のドキドキファッションチェックの時間でござるよ。こちらのマダム、膝がもう膝パッツパツのスキニースキニーでござるな。白のスキニーに、なんかよくわかんねえボタン、あれかな。へそはここだ。お、へそか。へそのワンポイントアクセサリー。そして首にはこれ、あ、髪の毛か。突き刺さる髪の毛。ストロングスタイルのファッションはこの冬大人気間違いなし。っていうか、あの腰骨どうなってんの。腰骨鋭利すぎんか。腰の骨、この部分よ。腰骨っていうか、なんだろうこれ、鋭利すぎんか。肉食え肉。おや、青殿、はじめましてござるよ。拙者街角の事務者と申す。よくぞの来てくださった。あ、今日はのホラーゲーム、ホラーゲーム、落ち武者のファッションチェック、あ、違えわ、落ち武者ファッションチェックではないでござる。ホラーゲーム、の自撮りと書いて自殺というもの、怖いゲームやっとるざる。怖いよな。ああ、ゆっくりとの見てください。あれ、あ、なんだ、あ、ダガークロスで、あ、ダガーじゃねこのマーク見てもダガーって言っちゃうんだよな、拙者。これ、これ手に持ってこれダガーでござる。そう、懐かしいな。これ見ると思い出すよの。みんなもあったでござろう、若い頃。ハンドルネームの。ハンドルネームの前にの。これをつけて、後ろにもこれをつける。ダガー。落ち武者ダガーっての。うん。かっこいいと思っとった。これがの、世界で一番かっこいい記号だと思っておったでござるよ。ああ、クロスマーク。ダガーでござる、これダガー。うん。ダガーを手にの。願いを込める。ああ、わかるよ、その気持ち。あと肉食え肉、痩せすぎだ、肉食え肉。
さてここにまあ2体のおそらくはまああのこの子たちの何だろうな、この芸能事務所の、芸能事務所のよくわかんねえ芸能事務所のタレントの項目に載ってそうな方々の写真、あんまり知られてない芸能事務所のあのタレントコーナータレントの項目に載ってそうなこの笑顔、この茶髪、いやいや、そうみんなダガーでの挟むんでござるよ、それがの最もかっこいいんだから。おや、ホルガー殿かの、はじめましてござるよ、拙者町方の事務所と申す。ああ、よくぞ来てくださった。今日はのホラーゲーム、自撮りと書いて自殺と呼ぶの、非常に怖いゲームのプレイ中でござる。さて、さっきなんかのこの方がブツブツ言っとるんでござるが、あ、メガネをかけとくな、白髪の、なるほど、お父さんなのかおじいちゃんなのさろうか。でこちらはまあお母さんかおばあさんがわからんのさるが、まあ子供が亡くなったのさるか、ちょっとのそれはかわいそうでさるな。あとあの拙者のあ、これかし、これで立ち上がるんだな。それだの行くでござるよ。平成のカラオケ映像に出てきそうな茶髪でござる。あ、確かに平成っぽいじゃん、平成っぽいの。最近の子あんま茶髪おらんもんな。みんなのなんかこうおしゃれなのピンク髪多いでござる、昨今のピンク髪の方。はい、そしてこの時代からあったんだ、手首隠しのチューブトップの男。よく広告で 見る人だ。なんと拙者の広告のよく見るということはありませんな。あの拙者の広告のよく見るという方、誠にありがとう。多分の拙者の広告をよく見るということはの拙者の広告を表示しとる時間が長いのだよ。そう、あ、この人この広告に興味あるなっていうの、そういう判定を受けるゆえ Google からの、その結果の拙者の広告がよく表示されるようになるというの、そういう仕組みでござる。それへの拙者の広告をまじまじと見てくださったということへの誠に感謝でござるよ。誠に感謝、ありがとうでござる。ああ、そしてのそれすなわち拙者のことがキュキュってことでござるか、性癖落ち武者でござるか、誠感謝でござるよ。よくぞの来てくださった、よしたいの頼むでござる。あ、なんかちょっと待って、今動きがと、あ、なになになに、進もうとするとなんかこっち向けさせられるんだ、それは。なになになに、こっち見ろって。え、これ以上進めないでござる、参ったでござるな。いいから早く進め、初見の方にまで、そんな、まあその通りでござる。それじゃあ、ちょっと、ここに入るとことかな。え、大丈夫だよ、これ洗濯も干しとるけど、ちょっとプライバシー大丈夫かな、最近コンプラ厳しいよな。こう入っちゃっていいのござる、やだ、生地が薄い、生地が薄いでござる。ああ、どこで買ったんこんなん。島村でももうちょっと分厚いでござるよ、これ。生地が薄いな。声優か、声優で買ったんか、ダメでござるよ。まあ、畑は声優でもいいでござるが、ちょっと生地が薄すぎるな。せめてユニクロでござる。これはちょっとダメでござる。生地が薄い。それは骨もの、骨も。なんだこのパーカー、これなんだ、え、これパーカー、パーカー、パーカーでござる、これ。パーカー、このスタイルで干す方初めて見たか。いや、このスタイル、このスタイル、のパーカー、薄いな、パーカー。あ、パーカー、裏表に、裏表にポッケついてる、これ、パーカー。裏表にポッケ、めちゃめちゃポッケついてるやん。便利パーカー、へぇ、不思議だなぁ。このスタイル、あ、このスタイル干してござる。裏表にパーカーついてる。拙者このスタイル初めて見たわ。よく乾くんでござるかな。あ、そっちの吉田の、こんばんはでござるよ。挨拶が遅れてしまった。
一瞬ブラに見えてしまった。いや、拙者も見えてみた。ちょっとの、あ、大丈夫かね、こうパンティーとかの、パンティーとかの、こう、ブラとか、そういうちょっとの、気まずくなっちゃうもんかと思っての。あ、びっくりした。ホストなら、案外、あ、そうなんでござる。みんな、あ、そうなんだ。拙者普通にかけとったわ。ほへー。まあでも、ここが、あ、これ、あれか。階段の下か、これ2階のあの下でござるな。これだからフードなの、まあ、フード、ちっちゃない？フードちっちゃいな。いや、これ、もしかしてでござるが、ワンチャンこれ、ズボンの可能性ない？これズボンでござる、もしかして。これ、ズボンだったらこんだけポッケあっても納得でござるし。の、ズボンだとポッケ4つあるよさろ、表に2つ、裏に2つ。これズボンでござらん？で、ここに足通して、足でこの、ここよ、この膨らみ。この膨らみあれでござるよ。これ袋用よ。この袋はもう袋用よ。なんとは言わんよ。それ用よ。そういうことか。なるほどな。これ、あれだな。家にシュレックおるな。うん、これシュレックの服だわ。足の短さといい、胴の長さといい、膨らみといい、これシュレックのパンツでござる。シュレックおんな、この家。緑の男がのおるはずでござるよ。みんな心せよ、出てくれよ。緑の男。おう、こっから先行けないのか。え、じゃあどうすんだ、戻るんでござる、これ。あ、こっち行けるわ。あ、ここは入ってるわ。すまんすまん、お取り込み上手だった。へえ、なんだろう、他になんか探すとこあるの。ああ、あったあった。あ、何かある。なんでござる、これ。なんか染みた跡があるな。油かな。なんぞこれ。刃物がある。なんでござる。今死んでなかった。何とか、何か死んどった。あ、そうそう、ここの人がの寝とるんでござるよ。ちょっと血痕っぽいですね。骨かな。あ、また閉まった。もう全部自動ドアなんだ、オール電化。便利だな。あ、そしての、こんばんはでござるよ。アルワイドの、はじめましてござるな。拙者、街角のちぶさでござる。もしかして、広告に出てくる人ですか？広告に出てくる人。かもしれぬ。あ、かもしれぬござる。拙者の広告の、見てくださったんであればの、誠嬉しいでござるよ。よくぞ、来てくださった。はじめましてござるよ。そう、噂の広告の人でござる。これは何でござる。え、何の、あ、え、わからんまんま。あ、あーあ、あー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 、え、何これ。見たことない鳥、見たことねえ鳥持っとる拙者。え、拙者今ビデオ見とるんでござるの。これ見たことねえ鳥、見たことねえ鳥持って、う、埋めろってことか。まあそりゃそうだな。鳩でござる。あ、ここに埋める。あー、掘って、あ、そりゃ浅いわ、もっと掘れってこと。浅いな。そう、掘って埋めるんでござる、これ。はいはいはい、スズメか。いや、スズメだったな今。てんてんてん、何でござる。え、つ、いや、土かけて。いや、ちょっと待って、まだだよ。半端だよ。ちょっと待って、土かけてダメだよ。土かけないとこれはもうすぐもう掘り返せるとか次元じゃないんだから。これもう置いただけだから。ただこれ穴掘って置いただけでござるから、ほっちょ埋めてくださる。拙者埋められないんだ。なるほど、オープンスタイルなんだ。へえ、何でもオープンな家でござるな。なんだ、今足音がした。足音せんかった今。え、これいいんでござる、オープンサイド。これここはこれいいの。
いいみたいでござるな。ほなまあええか。ほなまあええかでござる。の猫が持っていってしまう。この家はの症状のたくさん破くぐらい猫おるゆえ。どうするんだろうこれ。あ、なんだなんだ。何か気配を感じとる拙者。なんかのたまにの自動でこう振り向くんでござるが、これ多分あれか、そっち行けないよっていうことか。それともそっちへ行けってことか。まあいいでござる。ここはでもトイレでござろう。知っとる知っとる、このオープンスタイル。ここの家はの何でもオープンでござる。で、ここは、お、なんだ、音が消えたでござる。何かが起こる予兆でござるな。ああ、なるほどな。みんなだったらどうする？異世界の入り口が便所だったとしたら、異世界の入り口が便所だったとしたら、みんなはどうする？うん、拙者は行く。え、これ、あれ、あれどうさらん？これ、あの、はい、ジョージのやつござらん、これ。これ、はい、ジョージのやつござらん。はい、ジョージ。あれだろ、一時流行った、なんかあの、下水のとこで待っとる、あれだろ、ピエロがおるやつ。これ、ピエロおるやつだわ。ほれ、トイレの神様。はい、ジョージ。よく来たな。便所よく来たな。よく来たなって、これからすること考えるとの、あの、非常に申し訳ないんだけど、神様。すまん。俺は腹が減ってる。拙者は腹を下している。ウィンウィンってこと？これはもはやウィンウィンってこと？拙者は腹を下してる。お前は腹が減っている。ウィンウィンってことでいいのかなこれ。ウィンウィンコってこと？なんかくれないか。トイレであげれるものはただ一つ。トイレであげれるものはただ一つでござるよ、そんな。え、これ、縁か？え、ほな、まあ、じゃあまあ。いい匂いがする。まあ、人の好みはそれぞれ。人の好みはそれぞれよな。神様にとってはのさ、トイレの神様だもんと、これを、そら、トイレの神様だもんさ、これが厳しいけど、この匂いがきついとかなっておったら暮らせんもんな。ああ、しょうがない。でも、しょうがない。拙者もまあ恥ずかしいでござるが。ああ、まこと申し訳ない。うむ。では、ここで。血の匂いか。違う。拙者確かに固めでござるから、切れ字になることはまあまああるでござるが、いや、まだ今も大丈夫。今はちょっと難面でござるから、でも難面ほど消えるもないのだ。難面での勢いよく出てしまうゆえ、うむ、ケツを傷つけることがある。難面の時も気をつけよ。そうだ、硬い時も気をつけた方がいいのだろ。難面の時も気をつけた方がいいのだろ。まあまあ、しかしの、それを持ってこい。それを持ってこいとな。そんなアグレッシブに求めないでも、でもこんなこと初めて。今まではただただの、ただただなんでござるこうの、人に言うのもはばかれるもんだと思っておったが、望まれることもあるんだ。ではまあ拙者もじゃあ、あの、あの、あの、いやだから、だからあの、拙者今から。話聞かねえなこいつ。話聞かねえタイプのトイレだな。さっきのトイレ持ってくんのか。なるほどね。へえ、拙者のじゃダメってことね。グルメさんか。そら拙者たちかっての、別に鶏生で食わんしの、なんかあのカッコつけての、いや、よう考えたらちょっと変な話をするな。なんかあのカッコつけて死の匂いかとかの言うとるけど、絶対あれだろ、あの神様、名前の前にのダガーつくタイプとされるよ。そう、名前の前のダガーついての、後ろにもダガーつくための神様よ。ああ、そりゃそうよ。料理何にしてもの、食材全部もうその時点は死んどるもん。うむ、なんか死の匂いかとかカッコつけてるけど、それ言い出したらもう拙者の腹に入っても全部すでにもう死の匂いでござるよな。全部食った後だもの。ああ、拙者鳥生では食わんからな。そりゃもう、拙者の出すもんも全部死んだもんよ。さて、それじゃあ行くでござる。よいしょと。じゃあ開けるでござるよ。これを持って中に入ればいいのさるか。人増えとらんか。人、え、おった、え、ちょ、怖い怖い、おったのか今。いや、見とらんわ拙者、確認しとらんかった。
このトイレ流せないか、このトイレのボットンタイプのザルな。じゃあもうこの鳥をここにいんでござる。はい、どうぞ、と。結構奥まで、いや、拙者結構奥まで手入れたな。ぽいでいいでござる、ぽいで。なんであんな奥まで手入れちゃったのザル。さっきの場所に何かあるみたいな、そんな発想ならん。うん、ビデオを見たとそんな発想にはならん。あ、帰ろうってなる。普通はもう、うん、帰ろうってすぐ帰ろう。このビデオを持って帰ったらもうそれでええわってなる。うむ、なんでここでさっきの場所に何かあるみたいになるんだろう。拙者のメンタル鬼でござらんか。完全に、こんなもん完全に何かあるじゃなくても帰るべきでござるよ。やべえや、この家ってなるで。勇敢だな、拙者。では、しょうがないの。では、行くでござるか。あそこに何かあるみたいでござるよ。便所に。それじゃあ、便所に GO でござる。これは変わらず置いとるの。ってことは、さっき、人が寝ておったとか何でござる？あれ？さっき、あの、人が人が寝かされとった部屋はここになるんでござろうか。ここになるん、あ、ここか。ここになるんかな？ビデオ取り出す、あ、ビデオ取り出そう、確かに。忘れとったわ、ビデオ。持って帰ろう。よいしょと。あ、ついたまんま、ついたまんま。よいしょ。あ、いや、取り出せんわ。取り出せないでござる。あと、あ、座れる、座れる。あ、ダメでござる。取り出せんでござるわ。ゼロ。さっきの場所に何かあるみたいな。はえー。そら分かっとるんでござるが。とりあえず、お答えにも入るでござる。よいしょと。隠された部分、もう分からんな。まあ、ええわ。じゃあ、さっきのことを聞くでござる。うむ。しゃがんだ状態で。ゲオで買い取ってもらうか、このビデオを買ってもらえませんかねって。多分あの、どっかの映像研がでも作ったなんかの B 級ホラーなんですけど、多分あの、ペニーワイズのリスペクト作品っていうか、オマージュかなと思うんですけど、あ、いや、そうか、これペニーワイズのオマージュか。ペットボトルでもさ、な。で、これは何だろう、なん、鎖みたいな、紐なんでござる、なんか落ちとるのござるな。しゃがんでみるとまた違う世界が見れてたるな。え、なんか人立っとらん、人。人立っとるよ、あれ。マネキンでござるけど、あの、自信満々のスタイル。自分のおしゃれにも、微塵の不安も抱いておらん、あのスタイル。私こそがおしゃれのゴンゲみたいに立ち方しとんな。とりあえず、あ、立ち上がろうか。うん、なんか座るとの歩き遅いでござる。え？え？あれ？みんな気づいた？ここで見るとこんなんなのに、これを外に出てみると、あれ？あれ？え？お？おしゃれ坊いなくなってる。え？おしゃれ坊いなくなっとらん？え、これ？おるぞ、おしゃれ坊い中に。おしゃれ坊いおるわ。これどっかにおるわ。この中、おしゃれ坊いもおるでござる。やろう、拙者一人だと思っておったら、実はおしゃれボーイが紛れ込んでおる。ははーん、おしゃれボーイを見つけると話しておるな。なるほど、あの場所に何かあるということはおしゃれボーイがおると、そういうことでござるか。え、のう、さっき首あったのござるよな。なんかおったのござろ。え、あれ、なんかすごい人が立ってるように見たのです。結構おしゃれなの、がたいのいい、しっかりめののスタイルで。まあいいでござる。とりあえずは目的地に行こうか。これダッシュできないんだ、不便でござるな。あ、ここじゃねえや。あれ、どっから行くんだっけ。拙者もうちょっと道わかんねえや。こっちでござるかな。あ、ここだ、ここだ。ここがまあ裏口の、ここに取り出せばいっぱいあるでござるな。トイレでござる。さあ、ここでござるよ。いって、いったいな。
お拙者トイレのかドア開ける加減もわからんのか。ここでござる。ここに何かがおると。さあ、ドキドキのシーンでござる。みんなホラーの。こっからホラーが起こるぞよ。ここでござる。何も起きんが？え、ちょっと何も起きんが？え？ここでござ、え、ちょっと待って、何も起きんが？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え？ちょっと待って。何も起きませんが。ペニーワイズの、ほれ、ペニーワイズの、拙者ここにおるよ。ジョージでござるよ。そういや、拙者のイットでござってて、あれの、なんかあの2部作目 ?2 作目でござるか、見てないんだよな。1作は見たんでござるかな。あ、鳥か。なるほどの。まずは鳥を見ないと。鳥の穴でござるな。であれば、この中庭のとこでござろ。さあ、チェックでござるよ。ここで、あ、ここだ、ここだ。お、ビデオがある。大体のこの床下とかに何かおるのだろ。知っとる知っとる。何もおらんのかい。おや、何か気配を感じる。これ武器取らんでいいかな。武器、これ武器取らんでいいんでござる。さあ、何はともあれのビデオをゲットでござる。ビデオを取ったってことはまた見なければいけないのか。拙者たちはトイレの神様にのとりあえず会いたいんでござるが、あんなにもオープン、確かに穴がこんもりしておった。でこのビデオをポイとできんのかい。しょうがないな。誰が一体ビデオ置いてるんだろう。じゃあまあもう一回ビデオ見るとざるよ。なんかこの映像の中で映像見て変な話をざるな。さてさて、さあシアタールームでござるよ。みんな、はーい、2作目でござる。ほいほい。よいしょと。BGM と絵面の落差。いや、怖いでござる。ホラー感満載でござる。さ、スタートでござるよ、みんな。最新の VR でござる。さあ、始まったでござる。あれ、トイレからスタート？次は。はい。恋の頭を持ってこいと。はーん。恋の頭って何？恋の始まりってこと？ラブの始まりはそら、ラブの始まりなんか出会った瞬間ラブはスタートですよ。男と女が出会ったもその瞬間に恋は始まっちゃうんでござるよな。開かないんだ。恋の頭なんてどこにあるんでござる。冷蔵庫かな。恋を食べる、あ、池があるんか。池があるのか。なるほどの。釣れってこと。これで釣れってこと？いや、さすがの拙者も、これで釣るんだ。釣り舐めてんのか。さすがにフィッシング舐めすぎでござろう。こんなんで釣れたら苦労せんでござるよ。いや、もう本当に。いや、釣り竿っての本当にもうめちゃめちゃいろんなもんあっての。性能とかいっぱいあるしの。本当に。こんなんで釣ったら苦労しないでござるが。タイミングやかな。いや、でも結構おるな。あ、でもちゃんと食っとるわ。はいはいはい。ヒットしてる、ヒットしてる。うんうん。思いのか勢いいいな。あんな勢いで釣り上げたら絶対折れるからな、鯉。はい、鯉ゲットでござる。なるほどの。思った以上に鯉はおバカさんでござったな。なになになに？なになに？なんかおる、なんかおる。なんかある、あそこに。急に。なんかおるでござるか。あそこになんか見え映ってはいけない何かがあるってこと。これ、え、何がおるんでござろう。
あれかな、チューブトポージさんかな。恋を取ったらチューブトポージさんが出てきたと。あなたが奪ったのは僕の恋ですって。さあ、恋でござるが、頭を持って恋でござろう。切らねばならんのでござろう、これもしかして。恋で、恋このまま持ってていいのござろうか。持ってきたでござるが。贅沢か贅沢か持ってきてくださいでござろうが。どの立場から出てるのざるか。できないか。いや、できんよ、できんよ。いや、もう、誰かにやっても、あなたがまず誰かにやってもらったんでござるか。あなた、お主がまず拙者にやってもらったんでござるか。何指示したんでござるか。どの立場で。まったく、しゃあねえ、母ちゃんに頼むか。じゃあ、あ、こっちからじゃないと、家入れと。あ、入れるようになってござる。お母ちゃん、キッチン行きゃいいかな。拙者今これ濃い片手に持っとるんでござるな。さあ、じゃあキッチン行くでござるよ。っていうか、暗いんだよな部屋が。あれ、こんなとこに飾ってあったっけ、チューブとポジさん。スコップで切れないでござるか。いや、切れると思うんでござるかな。なんか自分ではできないそうでござる。怖くての。やっぱ血が出るでござるから。おっかねえでござろう。注文の多い便所神。神様とはいつでもの注文多いもんでござるな。ちなみに落ち武者殿って魚の頭とか頭落とせるでござるか。まあ頭落とす、まあ拙者の魚釣って調理するゆえ、うむ、まあ全然平気でござるよ。あ、ここがキッチンかの。いや、でも待てよ待てよ。怒られん、これ普通に考えて。いや、だってさっきまでの池で飼っておった鯉を勝手に取ってきて、で、母ちゃん体いらねえから首取って、首だけ体切って、みたいな。おかんめっちゃ怒らん。わかるのだろこれ。あんた私が毎朝餌あげてここまで育てた鯉よって。鯉って結構やっぱりの高いでござるし、そもそも錦鯉でござるし、いい柄でござったの。こんなん急に子供釣って持ってきて、お母ちゃん首切ってって。いや、もう家族会議ましてくれとざるが。ええんかな。まあしょうがないか。でもゲーム言うな。家族会議ましてくれとざるいいんかの。おかんおかん、コントラスト高め。おとんも見てるわ。おとんも見てるな。大丈夫か。この完全におとん、おとん、いや、もう、この状況で拙者、おとん、ええんか気づかんのか。お、多分おとんが大事にしとる、これ、恋でござろう。今から拙者、こいつの首を落とそうとするんでござるが。おかん、いいんでござるか、おかん、こんなもん。おかんは、何切ってんの、これ。脳みそでござる、これ。怖い話、これ。脳でござる。え？怖っ。まあ、ええわ、おかんに。どうしたのと。なんてものを持ってきてるの。そうですよね。よかった、母上まともで。そらそうだわ、そうなるわなあ。そらそうよな、わかるわかる。うん、なんてもの持ってきてる。なんてものって言うとあれなんだよ。おかん、こう、おとんが大事に育てる鯉でござるよ。うむ、錦鯉でござる。多分一匹の結構する錦鯉を持ってきてるござるって。欲しいですって、行かれてんだろって話でござるよな。そんなの持ってくるな。おたくらが可愛がっとる魚ですよね。え、なに、陸にあげたらもうええの。え、なに、泳いでる姿以外どうでもいいの。ちょっと待って、怖いなこの家。そんなの持ってくるんだ。誰が育ててんのこの鯉。え、捨ててこい。人の心ないんか。我が家の恋ではないんでござる、これ。よいしょと、復帰したかな。さて、聞こえるでござろうか。ただいまでござるよ。いやはや、なんとかの復旧でござる。お待たせでござる。
いや、たまにのこういうことあるのかな。ちょっと待ってくださいの。今のいろいろちょっと設定し直すゆえ。よいしょと。の、チャットがのちょっと消えちゃったゆえ、一旦の復旧させるざる。よいしょ。よし、OK ですね。さあ、それではの、再び、気を取り直して。あの後なんかの、多分これ現代に戻ってきたのかな。いや、戻ってきてないか。さあ、再びのスタートのザル。いや、びっくりしたの。さてさて、なんでござるこれ。あ、そっか。の、母上に怒られて、その後気づいたらこの部屋におったのザル。で、このノコギリ使えってことでござるな。おそらくは。さあ、それではの、初めての、落ち武者クッキングの時間でござるよ。おや、こんばんはでござるよ。ちょっと待ってね、ウカ殿、ウカ殿でござるよな。ウカ殿でござるよな。ウカ殿でござるよな。羽かと、覚えてる。じゃあ、その名前覚えてるのだよ。こんばんはざるよ。あ、今日はホラーゲーム。そう、花津殿でござるよな。うん。そう、花津。ちょっと待って、ちゃんとメモっとこう。すまぬ、花津殿。ちょっと今、じゃ、もう二度と忘れ、メモるでござる。ちょっと、メモが。よいしょと。拙者のメモリの、しっかりと。花津殿、うむ。OK でござる。おじさんの記憶力だ。見逃してる。すまんでござる。誠。本当の記憶力ほんと悪くて。もう今からのあの落ち武者の調理現場をの調理するゆえ見守っててくだされ。はい、落ち武者クッキングの時間でござるよ。はい、このようにの、はい、まずはの頭を落としてござる。1回落とすんだけど2回の切るでござるよ。2回落とすんだけど3回切るでござる。うん、落ちるまでの切るでござる。なかなか切れんだこれ。そんなに強いんか骨。あー、切れた。はい、完成でござる。落ち武者クッキング、恋の頭作り。ん？あ？お？おー、なるほど。はいはいはい。なるほどなるほど。へえ。うんうんうん。へえ。拙者の池の恋全部やっちゃっとる。これ池の恋全部やっとらん。これもしやなかなかうまくできねえなって。首取るだけなのに。まあ気を取りしてもいいくださるよ。池の恋全部の始末した可能性があるとするから、ちょっと見てこよう。池をさすがに怒られんか。池の恋あんだけ言ったら怒られんか拙者。ちょっと池の恋チェックするわ。まずはの、いやー、さすがにあんだけ言ったらもう、鯉いないんじゃないかな。ここにはなんかあるけど。あ、よかった。まだおるわ。まだおるでござる。うむ。池の鯉まだおるでござる。大丈夫。うむ。無限におるわ、池の鯉。よかった。心配したんだ、拙者もう。いや、結構な、トイレの神様グルメでござるからな。さてさて、トイレの神様にの、これからこれをの奉納するでござるよ。トイレの神様、奉納でござる。はい。結構奥まで近づけるんだよな、拙者。はい。奉納完了でござるが。これで OK でござる？あ、何もヒント出ないな、今回。何もちょっとヒント出ないでござるか。どうしよう、一回ちょっと池見に行く？
まだ恋おるかもしれんし。どうしたらいいと思う？これもうここまで来たら。とりあえず外に行ってみようか。あれ？ドアが開かない。ドア開けれんのござる。ということはさっきあの恋を調理しておった部屋を探せばいいんでござるかな。さっきの黒四角の中身見れるかな。いや気になるよの、あの伏せられておった四角なんでござろうな。どこでござる。あれちょっと待って、恋を伏せたらどこで処理したんでござろう。なんかそういう部屋あったらござるよな。拙者がおそらく、あれどこだ。覚えにくいんだこの家の間取り。どっかに拙者が恋を始末した部屋があるんでござるが、この奥だったかな。裏庭に行く。ここでござらん。なんだろう。え、あれ気のせいかな。位置変わっとらん。え、動いとらん。ここにおらんかったっけこいつ。なんか動いとらん。え、動いてる気がするんだったら気のせいかな。なんかここに入っとらんかった。あれここじゃなかったっけ。あれ、え、どこだっけ。床に現場検証のチョークいて、あ、そんなんあった。これ、これどうなる。はぁ、ずっと同じ場所におるのを開けるからしょうないと。なるほどな、きっとあのポテトとの家はのいろんな荷物、いろんな置きも動くんでござろうな。ここは親父の部屋でござろう。え、どこだっけ。誰かが招きを、確かにのおしゃれボーイおったゆえな。おしゃれボーイがお前のいるべき場所はそこじゃねえみたいな感じで、あ、やった、ビデオゲットでござる。追加のビデオでござる。追加ビデオゲットのザル。ワンチャンこの裏に誰かおるわ。あ、え、電気消えたでござる。あれ、なんか動けんくなった。動けんくなったし暗くなったでござる。ウェイウェイ言うとる。なんかパリピおる。ウェイウェイって、しちゃウェイウェイって鳴くのパリピしかおらんと思うんでござるが、ほれほれウェイウェイ言うとるわ。パリピおるわ。あれ、なんかの教えに誰かの足あったでござるな。え、暗くなったでござる。あ、あ、いたいた。なになにこれ、どういうこと。あ、え、拙者今動けとる。あ、動けとるわ。え、あん、Why? え、どういうこと？どういうこと？え、何今、拙者、え、閉じ込められとったってこと？拙者ここに今。閉じ込められて、え？え、ここさっきの部屋でござる？ちょっと違うと思うんでござるか？なんか、ラジオとかなかった？上になんか、あ、やっぱり上に誰かおったんだわ。誰かおったわ。さっきの足誰かおったんでござる本当に。うむうむ、お尻の下に近づくと出現する血は恋だったんだな。さあ、確かにさっきの部屋でござるな。あれ恋の血だったんだな。ここにビデオあって、上になんかラジオとかなかったでござる。で、ここになんか箱あって人がおったでござるが、誰かおるわこの家。なんだ、拙者一人じゃなかったんだ。この暗い暗い小屋の中、いや部屋の中、拙者一人でとっても心細かった。でも拙者は一人じゃなかった。ここには拙者以外に誰かいたんだ。運命の歯車は回り出す。落ち武者と誰かさんの恋が
こうして動き出したのだった。シラズアート最新作自撮り Tinder から始まる恋があったっていいじゃないか。乞うご期待。始まるわこれ。何かが始まる予感がした。あ、これを置いとったラジオだ。待って待って、どこ行くのだろ拙者。映画ドラえもん逃げ出せのび家の押し入れ。つっかえ棒を突破せよ。まあ、ドラえもんなんてのはあの何度だろう、腹につけた4次元パンツ、あれがなければあの何もできない存在でな。うむ。さてそれじゃあ、ちょっと邪魔。え、ちょ、通りにくいな。うっかり触っちまうかもしれない。こんな近かったら、こんな近かったら、もううっかりこう、それペローンって、もう前者の手がもうペラーンともう当たってしまうかもしれない。これ、お尻部分にの。向き変わっちゃった。軽ない？拙者がペロンって触ったらもう向き変わんのこれ。拙者めちゃめちゃ力強いんか。すまん、なんか申し訳ないな。あ、それかあれか、触って、あんた触ったでしょってこと？すいません、拙者ないの、違いますよ。今ここ通ってた青いタヌキみたいなのが触ってましたよ。拙者ないでござる。ええ、今ここ通った青いタヌキが。ええ、あの、めっちゃ見てくるな。近くない？めっちゃ見てくるし近ない？失礼してね、しけしけ。男ってのをみんな知っとった。男の諸君、みんな知っとったのさるか？あの、目線が下にとることを女子はみんな気づいてるらしい。ああ。目線が下にとることを女子はみんな気づいとるって。知っとった？なんで拙者が知ってるかって？そう。目線が上に来とるときも拙者分かっとんのよ。うん。目線がやや上になっとることを知っとるよな。うむ、なんかおでこ広いだっての見とること分かっとるから、あの帽子の下絶対ハゲてんだろうなっていう視線の拙者の頭頂部見てること知ってるんだからな。知っとるんだからな。めっちゃ見てくんな。めっちゃ見てくんなこいつ。やだ、めっちゃ見てくんな。早い、切り替え早い。これもう次こう見たらもうここにおるんだろ。分かった分かった、もうこれもあれだろ、ここをもうこう拙者がこうやって出てきたらもうそこに、あ、おらんのかい。こうやってきたらもうここにポッ、おらんのかい。でも拙者はずっとこう見ときゃいいんだろ、ずっとこう見ときゃいいんだろ。まじまじとの。で、こうして、こうすると、見てる。めっちゃ見てくるわ。まあ、ええのだろ。え、近づいてきてる？これ。近づいてきてる？めちゃめちゃ動きの切り替え早いのだろ、こうやつ。こうして、もうこうしたらもうこっち見てる。あ、見てない。こうしたら、見てない。見てない。なんか、あ、めっちゃなんか、すった跡あるの。不思議でござる。Bぐらい割るな、このマネキン。ふえー。Cはあるよ。マネキンの名誉のために言うでござるが、Cはあるでござる。きっとCはある。さーて、行くでござるよ。まあ、あの、このご時世のマネキンが動いてくれてビビらんでござる。なんでも動くんだから。どこだっけ？お、なに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 ？え、開かないんでござるか？なんか閉じ込められとんな、拙者。なんか今動いたでござるな。え、ちょっと、入れなくなっとる。細けえ嫌がらせあるの。入れなくなってる、猿。入れなくなってる。拙者、こんなんも超えられないの？細身なのに。この隙間いけるぞ、猿が、拙者。細身なんだから。何これ。めちゃめちゃ重いじゃん。超えれんわ、この壁。どないせえと？
こっちから行けってこと？あ、こっちから回ってけってこと？ここだっけ拙者が鯉を調理したんて。違うな。でも誰かおるのこの家やっぱり。え、これどっから入ればいいのござる？回ってこいってこと？こっから。こういうこと？こっちから回れたいことだったっけ？あ、回れるんか。え、開けられないが。あ、来た来た。もう手間取らせる。さあ、そんじゃのビデオ見るざるよ。3本目でござる。ていうかもうここまでなんか出来事がのいろんなこと起こったんであれば拙者帰っていいと思うでござるが、もう取れ高十分でござろう、この世界。さてさて再生でござるよ。こたつで寝てる？こたつで寝とるな。はて、こたつで寝とるでござるが。いやもう我が家でよく見る光景だな。これは割と我が家でのよく見る光景でござる。妻がのこたつで寝とるでござるよ、いつもの。あ、なんか落ちとんな。めちゃめちゃつついてんな。めちゃめちゃつつかれてんな。おかん、おきん、大丈夫か。めちゃめちゃつつかれてるけど。カラスにいたずらもしたのかだろうか。カラスっての、え、え、なになに、なになに、何が起こった、何が起こった。え、カラス、カラス、え、カラスがおじいちゃんになって、違うな、おじいちゃんがカラスを追っ払ったんだよ。どういうこと、どういうこと。落ち武者殿の盗撮は犯罪でござるよ。いやもう拙者も反省。なんだろうこれ。この人形に、ほうほう、カラスがなんか奥方をついておったんでござるが、この人形にばあちゃんの髪の毛をつけて持ってこい。この人形にばあちゃんの髪の毛をつけて持ってこいと。へえ。トイレの神様のそういうとる。ばあちゃん死んだ？こたつで？あーでも、まあ、こたつの水分なくなっちゃうからな。確かに危ないっちゃ危ない、危ないんですよね、こたつ寝るのって。ばあちゃんは死んでる。いやばあちゃん死んでるっぽいでござるな。死んでるのか寝とるのかわからんけど、まあばあちゃんの髪の毛をの持ってこいと言われた上、ばあちゃんの髪の、あれどこだっけ、ばあちゃんはどこでござるか。ばあちゃんどこで寝とるんでござる。ばあちゃんの髪の毛、髪の毛あれかな、直で取ってくるのかな、ばあちゃんの頭から。いや、ちょっとそれは酷でござろう。髪の毛ちょっと引き抜くのは、あの、拙者もちょっと罪の意識、あの、重いというか、自分がされたら嫌なことは人にできんでござるからな。ばあちゃんどこでござる？結構行き止まりが多いんでござるよ。ばあちゃんどこでござる？ばあちゃんにたどり着けない。もう誰の毛でもいいんでござらん？お、ダガーがある。ダガーでござる、ダガー。死の匂いを嗅ぎ分ける便所さん。このタイミングでばあちゃんの髪を処分するのやばい。ばあちゃんはもう、ちょっと寂しいの、ばあちゃんの。なんだかんだのいいおばあちゃんっぽかったでござるし。ああ。でもやっぱりこの家はキリストの家なんでござろうな。キリスト教っぽいでござるな。うむ。ああ、これもの、薄い、ペラペラの服よ。さて、ばあちゃんはどこなんでござろうか。ばあちゃんにたどり着かんでござる。ババウエ殿、ババウ、あー、おったおったおった、ババウエおったわ。この状況で取んの髪の毛。ちょっと待って、あの、思った以上に人形がツルツルなんでござるが、頭。人形思った以上にツルツルなんでござるが。え、この人形いっぱいに気を取れってこと？さすがに怒られんか？この状況で。じいちゃんが多分ばあちゃんにこう、ね、なんか祈っとんのに、拙者ここでばあちゃんの髪の毛、この人形たっぷりになるぐらい取れってことでござる？いや、めちゃめちゃ怒られんか、さすがに。
1本2本の花じゃないのざる、これ1房2房3房ぐらいいるのざる、これいいのざる、この取ってもでもさすがに1本とかでござるかな、さすがに1本に、あ、これ1本じゃねえな、わしづかみにしとるとする、ババアの毛わしづかみでござる、誰今のバルトランはじいさんで、バルトランどれだ、結構おい、もう取るなら全部ちゃんと取れや、なんだこのどっかで見た、なんだろうこのどっかで見た姿、なんだろう、こうシンパシーを感じるというか、うん、なんか拙者これシンパシー感じちゃうな、これちょっと便所の神様にやれんわ、これはちょっと、だってもう拙者じゃん、ほぼほぼ拙者じゃん、申し訳ないな、なんかの心苦しいござる、手で言ったらだろう、結構な量言っとるよ、なんで作り込もうとしてるんだ拙者、多分神様の、いや2、3本でよかったんだけどなるでござる、こんなん、ああのそんないっぱい取らんでええよって、神様も、うん、確かに量は言ってなかったけど、あの1本2本でよかったんだ、必要なのはあのその人の毛だけだから別に1本2本でよかったんだって、うん、そっか、そんなに取ってきちゃったかって、お父さん怒らんかったって怒るわの、あこやつは気づいとらんけど、ついでにこやつの毛も蒸しとくか、ほれじじい、じさま、ばあさんの毛で作った人形でござるよ、見てくだされ、ばあさんの、悲痛な顔、申し訳ないな、まさかこんなにたっぷり取ってしまうとは、さすがの拙者もちょっと心苦しいでござるわ、心が痛い、もうもう毛をむしるっていう行為の心が痛いでござるよ、せめてハサミで、そうでござる、ハサミでの、せめて丁寧の、丁寧に切ってあげてほしかったでござる、でもやっぱりこの毛根からの方がのなんかこう効果が強いと価値があるのだろうかな、俺拙者のばあ様のの毛を、結構深いんだよな、結構深くまでこう手突っ込んでるのだろう拙者、多分手渡しとるわこれ、丁寧に、で戻ってきたと、さて戻ってきたんでござるが、おや、もかどのおやすみでござるよ、で戻ってきたはいいんでござるが、おーっとおーっと、ほーんうしろは足りなかったんだ後ろは足りなかったんだ、なるほど前カバーするだけ精一杯だったでござるな、わかるよ、うん、そうでござるな、後ろまで取るとのさすがに取りすぎでござるもんな、前カバーだけで精一杯でござる、いやーこれ、あめっちゃ転がるやん、めっちゃ転がるな、いや、いや拙者じゃねえし、なんか接着が甘かったんでござる、接着が、女も拙者じゃねえし、あのもげちゃった、拙者じゃない、拙者のせいじゃないし、あのなんかあのねえ、あの接着が甘かったっていうか、なんかあれなくなった、え頭なくなったでござる、頭なくなってしまう、あったあったと、え、なんか申し訳ねえな、あ、蹴れるわこれ、みんなこれ蹴れるぞざるよ、これほれほれ、これ蹴れるわ、なるほどの、こうしてサッカーが始まるのざるな、よしよしよし、あ、あ、ちょっと、あ、あ、奥行っちゃった、奥、うむ、奥行ってしもうたのざる、いや残念のざるな、もう蹴れんわ、でもサッカーってもともとあれだろ、こう首を蹴っ飛ばす
ことから始まったんですだろ。怖いスポーツのザル。あなたも本当に30代ですか ?20 代ですよね。いや、10代かもしれんよ。拙者も実はヤング、そう、実はヤングメンかもしれん。ふさふさの、ふさふさのヤングメンかもしれんな。なんとかこれ取れないかな。ちょっとあっちまで行っちゃった。もう。いや、この頭がもしの、あの、キーアイテムであるのは拙者も積んだんでござるか、今この瞬間に。大丈夫かな。あ、取れんわ。サッカーできんくなってしもうた。どうすんでござる、これ。さて、参ったな。バリバリ3回目の年男じゃろ。そうでござる。今拙者は年男じゃろ。でも今年36歳でござるよ。辰年でござる。参ったな。取れなくなっちゃった。さて、しかしまあ、住むしかないでござるな。どうしたもんかな。この人形なんか、でも拙者なんかの、もぎっと剣取っとらんかった。なんかこれ、何かに使えるんでござるん。あったでござる。ほれほれ、ここにも人形があったでござる。こっちも開けれるんか。こっちはでも何もおらんな。ここも何もないでござる。あなたも、私の毛を取るんですか。やっとつけてもらえた、この毛を、私から取るんですか。人の心は、ないんですか。なんかこう、つぶらない瞳での、めちゃめちゃ訴えかけたな、この人形。いや、申し訳ないな、拙者もそんな気持ちはないんでござるかな。でもの、しょうがないんだ。よし、ボールゲットでござる、ボール。みんなボールゲットでござるよ。これでもっかい遊べるわ。いやあ、ちょっと、あ、こっち蹴り出したい。ダメか、無理か。ちょ、あ、くそ。ダメだ。蹴り出せんわ。くそー、せっかく見つけたのに。ダメじゃん。もう一回生えてこんかな。くそ、すまん。あー、なんか散らかってんな。取れちゃった。まあ、閉めとくか。なかったことにしよう。うん、これでの OK でござる。開けたらなくなっとるとかがないんだ。やっぱりな、ごまかせんか。いや、なんか申し訳ないな、壊しちゃった。こんなんも結構高い人形でござるよな。いや、心苦しいな。さっきから拙者壊してばかりでござらんか。あ、ここにもある、ここにもある。お、全部の首落としてるってことこれ。ほれ、ここにもつぶらない瞳の人形。見てくだされ、やっぱり後頭部はちょっと薄いんでござるな。後ろから来るハゲなのか。ここまでここまで切り回さんかったか。前だけごまかしてものやっぱりバレるときバレるんでござるよ。うむ、不自然でな。あー、取れちゃった。あ、でもこれは蹴っていけるよ。みんなやったるさるな。蹴っていけるさる。落ち武者がするとホラーにならんないでござる。いやいや、その辺ホラーゲームでござる。怖えよさろ、こんなんも。ほれほれほれ、よしよし、蹴っていける蹴っていける。嘘だ。この段ボールに食べられちゃった、拙者のボール。嘘だ、せっかく見つけたボール。あ、ちょっとすいません、あの、拙者の、ドア開いたわ。ドア開いたな。帰っていいってことかな。でも拙者、ボールが、取れないとこになっちゃった。ああ。ままならんの。いたしかたらまい。の、次に行こう。さあ、こちらにもあるんでござろうか。あ、ここにもあるの。おやおや、食卓を立って。なぜこっちを向いとるんでござろう。これは、これ、あれでござるよな。拙者知っとる。電気屋とかでこんなつけとるよな。の、あの、クーラーのの、クーラーの性能の、こう、表すために、こう、電気屋行ったら、稼働しとるクーラーに、こう、なんかこう、青い、こういうのついとらん。知っとる知っとる。風の流れをの、こう、表現するのよの。つけとるわ。あれだ。はっはーん。なるほどの。この、
タイプの横すごい風来るんですみたいなの、こう風の向きもこうやってねみたいなの、リズム風でねみたいな、そんなのするやつだろこれ。風の動きを視認するためのビラビラ動くやつ、それでござるよ。の電球にあるやつ。おや、守護神殿、こむちゃでござるよ。よくぞ来てくださった。うむ、はじめましてござる。今日はの、ホラーゲーム、の、チラズアートとのホラーゲーム、の、自撮りと書いて自殺というもの、怖いやつをやってるざる。今はあの、電気屋でよくある、あの、なんでござる、こう、ピラピラざるな、エアコンについてピラピラの見ておった。それ通じるの、おっさんだけじゃ、今もうないの、今もうないの、ないのざる。このピラピラ、電気屋ないのざる。夏場、エアコンとか見に行ったら。このピラピラって、ないの、電気屋に。嘘だ。ないんだ。嘘でござろう。じゃあ今の分からん方の方が多いの。怖いな。はあ、今日一怖い話でござった。ああ、もげちゃった。あ、でもこれは蹴っ飛ばしやすいな。よしよし、持ってこう。せっかくでござるしな。はい。聖者ドリブル下手だな。なかなかうまくいかんわ。おっさん方のダメージ受けるのやめてもらえるかな。おっさん方、総じてダメージ受けるのやめるとなる。足音がする。はは、さてはおっさんが一人連れたでござるな。そんなことないよ、電気屋に確認しに行ってくるっての。今一人かけていったのだろう。ここにもおっさんがおったか。さてさて、なんなら扇風機もついてるだろう。そうそう、扇風機もあるよ。さるの風とかこう、なんかこう、そういう出るやつは大体ついてるイメージをさる。古いんかな、このイメージ。さて、でここであの人形、もう人形いないんかな。あ、鏡で、ここは入れないとなるしな。人形探しももう終わりかな。あと何体売るのだろう。これ拙者がもいだ人形のだろう、模擬人形。もう一瞬回ったでござる。外に出るんかな。あと人形の首ところ落としていいんでござったかな。本当に落としていいのかな。人形は壊さない方がいいとないでござる。これ大丈夫かな。あ、ここだ。ここでござるわ。あの拙者が調理しとった場所、落ち武者クッキングの現場でござる。ここがそうでござる。これでも今は多分これあれだな、鶏肉さばいとんな。さて、どこに行けばいいんでござろう。もう人形はないんでござるかな。あったあったあった、よかったよかった、まだもげるわ。これでもあの本当に人形の首もいでいいんでござろうか。よく分かっとらんけど拙者。あー、やっちゃった、申し訳ない。まだ鳴るんだこのピアノ。ほーら、年季入っとんな。あれか、今のびっくりポイントか。くそ、リアクション取り損ねた。今のホラーポイントでござるわ。おーっていうの、いや、くそ、リアクション練習しとったのに。あれ、タヌキここに来とる。あれ、タヌキ移動しとらん、出れなくなった。あ、タヌキのせいで出れなくなったのかこれ。はい、開けたいで入っていてください。どうぞどうぞ。これでもちょっと待ってください。あれ、このタヌキ、このタヌキな、ん、このタヌキ、肩から寄生獣出とらん、これ寄生獣出とらん。右っていうか、まあこれだったらもう右だ、左なんでござるが、左出とらん、右の肩に寄生獣ついてるけど大丈夫か。そしてそうでござるよな。さっきまであの草むらで隠れておったけど、こうやってね、陸に上がってきてしまうとの、もう出ちゃうよの、出ちゃうよの。そらそうでござるな、出てしまうでござるよな。そらもうの、さっきまであの外におったからの見えんかったけど、こう中に入ってきたらもうそらもうオープンでござるよな。いやー、すまん、恥ずかしめてしまった。さあ、それじゃあの人形探せござるよ。閻魔帳も持った。閻魔帳って何、閻魔帳って、あ、
そういうのなのこれって。エンマチョどれざる、エン、あ、これこれ酒って書いてるけど、エンマチョどれでござる。ほえー、まあエルガンな。あれピアノのオルガンかと思った。あ、オルガンでござる。あれこっちもなんかあるの。もう開けろっていう、開けろっていう、開けろという意志が非常に強いが、絶対なんか起きるんだろ。開けたら分かってるんだろ拙者。なんせこれホラーゲームで、開けたらのなんかおるんだろ。これをみんな、はい、1,2,3 パー。お前か、違うんだよな。もうそれはもう初見だったら拙者もびっくりでござったけど、もうお主であの 5体目6体目ぐらいござる。もう今更さすがにのあんまりびっくりしないと思う。びっくり、うん、なんか他の人魚よりふくよか、ちょっとふくよかでござる。この子他の人魚よりもちょっとふくよかな感じせんかな。なんかこうまるっとしてるというか、うん、なんかこんな芸人さんおらんかったっけ。ちょっとふくよかでござるな。まあとりあえずもういどこ、うむ、超怖い小説読んで怖くなったところです。これ見て安心しに来ました。で、ホラーゲームやないかい。そう、今日ホラーゲームとされよ。チラザートとの最新作、うむ。自撮りと書いて自殺と読む。怖いゲームとされる。今はの、なんかようわからんけど、うむ。人形の首をもいで歩いとる。うん。特に指示されたわけじゃないのされが、人形を見つけたら首をもぐというの、そういうゲームをしとる。あ、首どっか行ったわ。さて、これでもう全部もいだでござろうか。もぎもぎフルーツだったの、そういやの。拙者もぎもぎフルーツももいだことねえのにの、まさかの人形の首もぐことになるとは思わんかったでさるよ。そう、今日怖え話でござるよ。怖えゲームやってるよな。落ち武者殿のホラーだから安心でござる。ホラーでござるよ。ほら、あれ、人形害虫扱いされとらん？え、人形害虫扱いされとらん？これまた出やがったみたいになっとるけど、この狭い部屋に、狭い部屋にこののゴキジェットがある理由これでござるわ。こいつが出るから、うん、害虫扱いされとらんか。めちゃめちゃ狙われとるけど、ゴキジェットの、ゴキジェットは完全に狙っとるけど大丈夫だろこれ。また来やがってみたいな、窓から来やがって、でけえ害虫でござる。ああ、そうか、これゴキブリかなんかでござるか。なるほどの。おおおあれ、鍵だな。鍵ゲットでござる。唐突に鍵ゲット。どうなっとんねんのさるな。よいしょ。島津豊さんもびっくりの首刈り武者。島津のめっちゃ強いやつだろ。めっちゃ強い武者、あれでござろ、こう戦国の武者でござろ。ふえー、なんか鍵ゲットしたでござる。おー、じゃあもうあんなとこに鍵隠しとったらの、見つからんわな。でもさっきまで人形なかったよな、誰かが置いたんでござるよな。なんかタヌキ大きくなっとらん？気のせいかな。こんな大きかったっけタヌキ。さて、まあ鍵をゲットしたでござるから、この鍵でのあと開ければいいんでござる。あの上の部屋を、あそこにのきっと何かあるんでござるな、きっと。広告で見た不老不死汚した人。とんでもないですよ。気のせいでござる。それは多分違う人でござるよ。ああ、気のせいでござる。違う人でござるよ。ヒアル殿、はじめましてでござる。ああ、公務者でござるよ。拙者、町方の落ち武者と申す。よくぞの来てくださった。吉田に頼むでござるよ。今日はの、ホラーゲーム。うむ。自撮りと書いて、自殺と読むの、怖いの、チラザートの最新作の、遊んどるでござる。よければの、ゆっくりしててくだされ。さてさてさて、これからの2階へ向かうのでござる。鍵のありがたくもなんか2階と書いてて、わかりやすいな。ユーザビリティの非常に優れたゲームでござる。もぎもぎフルーツもう売ってない。あ、そうなんでござる。拙者結局食わずじまいでござるな、もぎもぎフルーツ。
愛の手のこの楽しくてのおいし、まあ、の楽しいのこう遊べるお菓子なんでござるかな。いかんせん量が少ないでござろう。拙者のうむ質より量派のの子供でござったゆえ買わんかったでござるよ、ああいうの。さてさて、こっからの上に行くでござるよ。あれ、2階ってどうやって行くんだっけ。あ、ここか。それではのみな、さあついにのこのゲームのまあ一番、ほら、あ、なんか人形の体みたいな、じゃあペットボトルだな。さあこのゲーム1のホラーシーンでござる、きっとの。ここ鍵といえばもうここしかないよな。行くでござるよ、みんなも。びっくりドッキリメーカーでござる。さあオープンでござる。ここに、ここに全ての秘密があるはず。ここにないな。え、思った以上なんもねえな。あ、でもなんか足音でも、なんか足音するでござるな。大友殿がザビエルにほうそそのかされて地蔵の首を落としまくったのと一緒でござる。あ、なんかでもそういうの、なんかこう急にザビエルというの、ここ、そう、今回なんかのあのめっちゃ置いとる。ストックめっちゃあったわ。え、なにこれ全部落とせるってこと。めっちゃストックあるでござる、これ。あ、すごいすごい、めっちゃあるわ。ふさふさじゃん、しかも。え、こんだけあったら拙者もなんか罪の意識ちょっと薄れるな。へえ。なんかちょっと申し訳なくなっとったけど、まあ、こんだけあるんだらいいでござるな。ちょっとビデオあるでござるが、まずはちょっと全部見たいでござるな。こことかもの。なんもないか。え、じゃあこのビデオを撮って帰るとさるよ。はい。え、なんかこいつだけ違うくないでござる。こいつだけなんか頭が違う気がする。ちょっと目ひ、お、なんだこいつ、なんだ、何見てんだ。なんかこやつ拙者のこと見とらん。なんか拙者のこと見とらん、この人形。気のせいか。まあ人形に触ることはできんでござるし。あ、でもなんか今拙者乗り上げたな。そう、なんか袋かぶっとるか、なんか袋みたいなもん置いとるな。それが恋やで。ここから始まる恋があるってこと、こんな部屋から。どうしよう、ハーレムじゃん。でもごめん、みんな、あの八頭身だったらまた会いに来て。拙者四頭身とは恋できねえんだ。うん、閉じ込められちゃったよ。そんなん言うとったら閉じ込められたし、なんか破れたわ。なんだ？あ、やん、あ、なんだ？今なんか投げ込まれたよな。え？なんでござる？お？助けに来たぞ。あ、片付けねえ、カラス殿。拙者の味方はこいつだけでござる。よし。え？あれ？マイメン、マイメンどこ行ったでござる？味方どっか行ったわ。そんなこと言うから怒ってんじゃん。そうでござるな。いや、まあ4頭身との声はちょっと難しいでござるよ。拙者の8頭身、いや、まあ6頭身、7頭身、まあ7頭身までござるな。7頭身との声をの、やっぱりの理想としとるゆえ。すまんよ。うむ。みんなあの3頭身でござる、頑張っても。頑張っても3頭身でござるからな。すまんすまん。ちょっと恋愛として見れんでござる。なんか破れちゃっていいんかな。あ、開くわ。開いたでござる。あ、こやつらでござるな。拙者になんか物投げてきたやつら。おお、もいでやるでござる、その首。その首もいでやりたいんでござるが、あ、でもやっぱり後ろははげてんな、仲間か。まあしょうがねえな、見逃してやるか。命拾いしたな、薄毛ども。拙者が落ち武者じゃなければの蹴っ飛ばしとったってことになる。あ、鯉の頭。ああ、確かに。
形状的にそんなか、あ、でもなんかもしれんな。ここ音がうるせえゆえな。うむの、まっこと拙者がふさふさだったらの、ほんと許してないでござるよ。あやつらは拙者と若干シンパシーを感じるよな、見逃してやるとござるが。ちょっと音大きいんでござるな、今更でござるが。ちょっと待ってくさるの、今更だけど、うん、今更だけど音大きいんだよな、このゲームな。よいしょと、はい、オッケーでござる。さあ、そんじゃのビデオ見るとざるよ。よいしょ。さて、再生でござる。一体何がの映されとるんか。これ多分最後のビデオだろ、ここまで来たら。さあ、やっとの物語も佳境でござるかな。なんか登っとる。登、いや、横引きずられとる。あ、これ引きずられとるな。引きずられてるのかな。あ、なんでござる。え、なになに。ん、え、便所の神様引っ越してきた。ちょっと待って、あのじいちゃんの霊圧消えたってよ。え、じいちゃんの霊圧が消えたそうでござる。え、どうしよう、正気がじいちゃんから消えたら風呂で死んだようだ。じじいの霊圧が消えた。爪を剥いで持ってこい。いや、さすがにちょっと死んどっても心苦しいが。死神ってこと？じいちゃんの爪を剥いで、ちょっとじいちゃん、先生、じいちゃん結構好きでござったからな。なんか気の毒だな。あ、でもやっと風呂に行けるな。昨今のさっきまで風呂行けんかったゆえ。風呂ってどこでござったっけ？ちょっとじいちゃんの爪剥いで持ってこい。ちょっとの、酷でござるよな。いや、さすがの拙者でも躊躇するでござるよ、そんなんは。風呂場どこでござるか、そもそも。ペニーワイズの嗅覚すごいの。ここか。思ったよりちゃんと死んどったの。いやー、気まずいな、なんかこう。身内でもちょっと裸見るのは気まずいんでござるが。ほう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 。じじい、サングラスしながら風呂入っとる？グラサンで風呂入るスタイル？え？じいちゃん、グラサン、日常生活グラサンなの？拙者のじいちゃん、日常生活グラサンでござった。グラサンで風呂入るタイプ。じいさん。あと風呂開かない？黒ない風呂。え？じいちゃん、もしかしてあれ？うがい薬全部風呂場に入れた？これが一番殺菌できるんじゃってこと？じいちゃん、ちょっとあの、さすがにあの、あれござるよ。こう、確かにの、年取ってくると免疫力落ちるえな。うむ、いろんな病原菌とかあるからの、そういうの確かにの気にするんかもしれんけど、やりすぎでござるよ、これは。うがい薬全部の、入れちゃダメでござるよ。そらもう風呂、こう、そ、染みるわ。そらじいちゃん、そらもう、じいちゃん、そんな全部、そらショック死もするわ。そらショック死もするわ。うん。だからあれだろ？なんかこう、え、もしかして、このうがい薬、これを入浴剤に使えば、全部殺菌できて、すごいんじゃねって。わし、天才じゃねっつっての、これをの全部あの、風呂場に入れて飛び込んだんでござる。きっとじいちゃんは危機としてマッパでの。ああ、しかしの、悲しいかな。じいちゃんのケツにはの、長年のイボジがあった。そう、長年のイボジがあったんでござるよ。イボジが染みたイソジンに。
あ、違うな、イソジンが染みた、イボジンでござる。うん、染みたんでござるよ。その結果、じい様の、残念ながら帰らぬ方、帰らぬの、人となってしもうた。死因、イボジン、イソジン、イボジンじゃねえ。死因、イボジンでござる。ああ。イソジンがイボジンに染みた、死因はイボジン。かわいそいの。イボジンでござる。これがイボジン。イソジンがイボジンに染みたイボジンでござるな。まこと、まことの哀れな姿。もうこれはもうしょうがねえの。こうなったらもうしょうがないゆえな。うむ。あの、トイレの神様にの。よし。ちゃんと捧げてあげよう。さあ、これで、爪は剥いだでござるな。拙者ニッパーで剥ぐんだ。なんかちょっと申し訳ねえな、じいちゃん。で、え、剥いだでござるか。あ、そんなに行くの、そんなに行くの、拙者。え、え、ちょっと待って、そんな引くの、一枚じゃダメなの。拙者、あの、ばあちゃんの髪の時も持っとったけど、うむ、ばあちゃんの髪の時も持っておったが、あの、神様は別にの量とか指定しとらんかったよ。うむ、その毛だって1本でよかったかもしれんし、爪だって多分1枚でいいと思うよ。あの、神様も多分びっくりすると思う。あ、お前、あ、確かに私、あの、爪剥いで持ってこいって言ったけど、全部剥いできたんだって。俺もう見つかっちゃった、全部剥ぐんかって。お前そこまで取るんかって、わし1枚でええ言うたやろって。そらもう怒るわ、神様も。そんな持ってこんでええって、わし1枚でええ言うたやろ。なんでお前5枚も履いとんねん。じいちゃんかわいそう思わんのかって、そういう話でござるな。さあ、そんじゃの爪取ったゆえ行くでござるよ。もう1時過ぎてんだから小話挟めサクサク行こう。いや、今日はサクサクでござるよ、拙者。サクサクプレイでござる。あ、開かないでござるな、こっち。なんでこっち開かないんだろう。まあしょうがないの、回ってくじゃないみたいでござる。さてさて、出口はどこでござったっけ。あ、なんかノイズが聞こえる。とりあえずトイレに行こうでござるな。さあ、ここでござる。ここに、はい、じいちゃんの爪奉納でござる。これでいいんでござろうか。結構深くまでの手突っ込むんでござるな。この家のトイレどうなってるんだろう。みんなトイレ事情どうなってんだ。はい、これで、え、終わり。じいさんも亡くなって、あとはでも子供だけが生き残ってる状態。ちょっとそれはそれでどうなんだろう、この家。さて、それではの、こっから先でござるな。次は何すればいいんでござろうか。え、もうちょっとどこ行きゃいいかわからんの。あ、風呂場か。確かにの、この流れだと風呂場でござるな。じゃあ風呂場に向かうでござる。風呂場がここでござるな。あ、でもなんだろう。あ、開くでござる、風呂場。ほれ。あ、まだ急じ。やっぱりちょっと拙者小柄でござらん。結構拙者小柄でござらん。拙者小柄すぎんか。なんかだいぶ小柄でござるな、拙者。まあ、ええでござる。で、この水を抜くと、はあ、はあ、なるほど、よくあるパターンでござるな。水を抜くとそこに何かあるんでござるな。そこにビデオが。これはさすがに壊れてるとだろう。これはさすがにこ、あ、ビニールに入っとった。さあ、なんとかこれでビデオをまたゲットされる。結局ビデオを見ていくっていう感じなんですよ。あ、ほんでまた例のごとく閉められた。もう例のごとく閉められた。毎度毎度の、一体誰がこれ閉まっとるわ。ちょっと待って、これ、ちょっと、あの、例のごとく閉められてしまった。
え、どうしたらいいのザル？なんかここにあるもんで脱出せってこと？ここにあるのって言ったらもう不王家と、なんもないでござるが、脱出の、もうもはや風呂場からの脱出になってしまうた。閉まっとる閉まっとる、参ったな。これ、ちょっと待ってござる、なんか脱出の、音が鳴ってきた音が鳴ってきた、これが鳴るとの脱出の合図でござるな。開いたわ、なんか普通に開いたわ。何だったんだろう、なんかびっくりドッキリがあるわけでもなく普通に開いたでござるな。まあいいでござる、とりあえず進もうか。サクサクとのこのビデオを見て、さてないじゃん。ちょっと待って。鮭と熊はおるけども、ビデオないでござるな。テレビとビデオなくなっちゃったでござる。聞いてないでござるよ。さすがにそれはちょっと待ってくださいね。それは聞いとらんが、ダメでござる。さすがにそれ動かしちゃ。どっかにあるってこと？どこに、2階かな？ 2 階かな、やっぱり。怪しいのは2階でござるよな。テレビとビデオあるとしたら、なんかそんな気がする。2階が怪しいでござる。この2階もの奥はあるけども。どれどれ、まあ、この人形たちのとこはあるんでござるが、人形はあれど、ない。ここじゃないんでござる？一番怪しかったのに。まいったの、まさかのテレビがなくなってしまうとは。ビデオを見ないで先に進まんのに。さっきどっかの部屋に地下あり、キューちゃん殿、さすが。ていうか拙者全く攻略しとらんくない？今うっすら気づいたんでござるが、みんな、なんか拙者みんなの助言なしに攻略しとらんくない？今気づいたんだけど、拙者ただただ「どうすんの？」って言ってる気しかしないでござるが、気のせいかな。もはや攻略しとるのは拙者ではなく皆では。はしご怪しくない？はしご、どれどれ、はしごってさっきあった？はしご、あ、持ってくってこと？あ、降りるのにの、確かになんかあったよな、はしご。どっかかけとった気づく。あれ、はしごなくなっちゃった？とりあえずまあ部屋探そうか。その地下に続く部屋というか、部屋がのいっぱいあってのわからんのにござるよな。どこだっけ、地下に続く部屋。ここじゃねえでござるな。地下室に続く部屋はこっちでござるか。なんかリンゴめっちゃ落ちとるが、めっちゃ落ちとして、ちょっと待って、ちょっと待って、これおる、もしかしてハムスターとかおる、これもしかして。リンゴこんなもん、いや待てよ、リンゴか、クマか、クマ女これ。いやもう正直人間の霊とかそんなよりも完全にクマの方が怖いんでござるが、最近もうヒグマとかの被害多いでござるもんな。ツキノワグマもこれクマおるよ完全に。ああ、著作権という縛りからの解放されたクマのプーさんかもしれんが、うむ、そっか、クマのプーさん使えるもんな。のクマのプーさんってあれだろ、著作権もう解放されたんだろ。クマのプーさん出てくる可能性ワンチャンあるでござるよこれ。ハチミツリンゴだぞこれ、多分リンゴとハチミツはのニコイチでござるからな。でもこっちに何かあるってことだな、道しるべでござるこれきっと。あった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 し、はしごもあるわ、リンゴもあるわ、プーの穴じゃん。プーさんおるやんこれ、しょうがねえな。そっか、わあ、だからか、わかった。
拙者気づいちゃった、あの熊の置物、熊の置物、あれプーさんを暗示しとったんでござるよ、熊のプーさん。だからこれ穴降りてったら人間乗れるとかじゃなくて熊が降るんでござる、プーの穴でござる、これ。そっか、いやそうだったわ、ずっとあったもんな熊の置物、あれプーを暗示しとったんでござるよきっと。あーなるほどな、そこには思い至らんかったわ拙者。あ、ちょっと音小さくすぎたか。これ音のバランス難しいの。音聞こえるかな、みんな。これくらいしとこ。よし、これでいいでござる。さあ、暗い暗いの。なんか、地下に来たでござるよ。プーの穴でござる。半剣の切れたのプーさんがおる可能性、大いにあるでござる。なるほど、ペニーワイズは確かにまだ使えんのござるからな。プーの可能性が高いでござるよ。あ、ほとんど聞こえとらん。であればの安心でござるな。結構のうるさいでござるな、こっちは。よいしょと。あ、じゃあもうちょっと大きくした方がいいでござるか。じゃあもうちょっとだけ大きくするでござる。さあ、では行くでござるよ。この暗い暗いの穴の中。の、うん。頭つっかえて前に進めないんでござるが。頭つっかえて前に進めんっていうパターン。まさかの。頭がつっかえて前に進めんでござる、これ。しゃがめってこと？これはなんかしゃがみ知らんかったらもうこんなの積んどるな。しゃがんでしゃがんで、はいはいはい。で、はい。これ便所の下、ここトイレの下だ。下水じゃなかったんだ。え、じゃあトイレの神様って何だったんだろう。え、どういうことでされる？で、なんもねえわ。ちょっと戻ってみてござるな。え、ここなんもないでござるよ。あ、道が2つに分かれとる。電線、あ、こっちか、コードが続いとる。こっちにテレビあるかもしれんの。電線みたいに続いとるわ。こんなの完全に人為的なもんでござる、これ。人によって作られてる。で、しゃがむとこう通れんのか。え、あれ、これが、なんかこれさっき言ったとこ。登れないし。え、これ登れんでござる。どういうこと、ここじゃなくて。あれ、拙者道間違えた。こっちに進んでったでござる、さっきはの。進んでって、で、まっすぐ行くと、このコードをたどっていくと、こっちか、いだ、あ、こっちか。ん、お、おや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 、いますね。サプライズパーティーを仕掛けとるの。うん、さっきまでのサプライズを仕掛けておった首謀者たちが待っとるござるよ、拙者をの。ああ、なら拙者もの勢いを聞くでござる。ダッシュできないんだこれ。拙者でござるよ、みんな待ったでござるか。拙者でござるわ。うん、おう、ほう、ダガーの墓場じゃん。そうか、ここがダガーの墓場。みんながハンドルネームの前と後ろにつけたのはダガーの墓場でござるよ。いつからか、カラシ殿も、ウム、ロー殿も、ユリス・ナルダン殿も、キューちゃん殿も、デブ長殿も、みんなつけなくなっちゃったあのダガー。どこに行ったのかと、そう、若き頃つけておったあのダガー、どこに行ったのかと、ここでござる。ここがダガーの墓場でござる。みんながつけておったの、ハンドルネームの前と後ろにつけておったダガーの墓場、これがの、ダガーの墓場、行き着く先でござるな。え、これ何、あの半剣的に映しちゃダメってこと。ああ、隠れちゃった。おお、こっちもマリアさんも映しちゃダメなんでござる。へえ、じゃあとりあえずダガーの墓場に、は
これはもしかして女子会の重視か。じゃあロリ太郎殿おるな、確実に。さあそんじゃあの物語見るざるよ。もうさすがにラストだろう。家の中の字はすべて逆さにしろ。ほえー、指令を受けた。誰から？そしてもう便所の神様が降りとるもんな。え、これこっち行ったらダメなの？多分こっちに行けって話なんでおさるが、拙者こっち行きたいんでおさるが、ダメかな。修復失敗した絵？ほうほうほう。なんかこれ多分、でも隠れキリシタン的なあれかの、今回の作品は。え、便所の神様はだからここを使って出入りしとったってこと？じゃあ、拙者が、え？神様じゃなかった？お化けとかじゃなかったんでさる？これ十字架こうなんだろ？さっきの。あ、棺がある。こいつが便所の神様か、もしや。あ、掘り深いな。妹のタイプでござる。拙者の妹の掘り深いタイプ好きなんでござるよ。妹のタイプど真ん中でござるな。あー、そっか。じゃあこの顔の方が、あれか。将来的には拙者の弟になるんでござるか。でも心なしかなんか拙者に似とらん？ちょっと拙者に似とらんか。気のせいかな。さ、じゃあまああの、家の中の十字架をの、反対にせえと言われたりの、逆にのしに行くでござるよ。逆さまにのするんでござろう。まあなんか人形の首をの蹴っ飛ばせりゃいいでござるな。拙者無神教ゆえ。無宗教か。無神論者でござる。無神論者の無宗教でござる。地元のばあちゃんが修復しようとして失敗した。なんかそんな話聞くでござるな、たまに。全然違う絵になったりとかよ。で、また修復が必要みたいな。はい、これでここを登っていくんでござるな。よしよし、OK でござる。ちょっと、サクサク登ってほしいが、ゆっくりだな。はい。あ、なるほど、これさっきのシーンか。キリストの絵、何年か前に、へぇ、ひでえ修復って話題になったやつ。あ、それがさっきのやつ。そら怒るわな、神様も。じゃあ家の中の十字架を探して全部反対にすると。でもこの家ってもうみんな亡くなっとるでござろう。拙者だけなんでござろうかな。もはやの。さて家の中の十字架を探すんでござるが、十字架ってそんなあったでござるっけ。なんか壁にのあったでござるな、一部屋。十字架。この辺なんかあったあった十字、これだ。これを逆さにすればいいのさる。はいはいはい。よいしょ。これで一つ。あといくつあるのだろう。何個か聞いときゃよかったの。でも大事なことはの教えてくれないゲームでござるからな。あ、通れないと。通れないし、これなんだろう。なんか素通りしとったけど、これなんかあの、マネキンだよね。うん、きっと。きっとマネキンでござるよな、あれは。うむ。怖えもんかと思ったらござるよ。さあ、十字架でござるが、なんか、あ、鳥飛んどる。家の中を鳥が飛んどるな。巣でもあるんでござるか。そんなになくない？あったあった、これだ。はい、十字架、二個目。あと何個あるんでござろう。え、なんか、ん？十字架から根っこ生えとらん、根っこ。十字架育っとらん、大丈夫？これ。これ仏壇だけど、仏壇逆向いとんな。めっちゃ鳥飛んどるでござる。十字架ってあとどこでござろう？そんなにいっぱいあったっけ？キッチンにも十字架あるんでござるかな？はて。十字架ってそんなにあった？ちょっとみんなもあの気づいたら教えてくだされ、十字架。めっちゃ鳥飛んどるわ。鳥が飛ぶ方に行けばいいとか？そんなことはないか。あったあったあった。なんだろうな、白と金がのいいコントラストでござるな。いい趣味しとるわ。さあ、これで3つでござる。イソジンのまんま。風呂はイソジンのまんまでござる。こんなんあったでござる、さっきまで。
めちゃめちゃ邪魔でござるな。高いでござる、こんなん。これ家の中に置くもんじゃないでござるよ、こんなんは。外に置くもんでござるよ。びっくりしちゃう。カラス多ないでござる。窓開いてるのござろうか。さて、ん？なんかあれ動いとる、やっぱり動いとらんな。え、十字架あと何個あるんでござろう。なにこれ。部屋の電気ですら髪生えんのに拙者には生えんの。なんこれ、なんか悔しいな。行く者の命も知らんような電気でさえのこんだけ髪の毛生えてんのにの。なんでござるかな、拙者に対するなんか嫌がらせござる。アンチテーゼか。こうがぜんこうなんでござるかな、こうやってやるぜって気になるの。あ、ここにあるの、十字架。え、これで最後かな。なんかめっちゃ来るんでござる、こやつら。なんでござる、こやつら。誰が置いとんの。めっちゃでかいしの。拙者より、めっちゃあった。多すぎんか。ちょっと数多すぎんか。こんな増えるとは聞いとらんけども。さすがに増えすぎでは。集まってきてるしな。あと2階でござるな、そうでござるな。2階は見てないの、まだ。あ、あったあった、ここにもあるでござる。結構いっぱいあんの。はい、ここと。で、あとは何でござる？あ、なんかめっ、あれ、こい、あ、これまあ、拙者の罪でござるな、これは。拙者の罪を数えようってことか。こればっかりこれ今度こそ池の鯉全部いっとんだ。ああ、でも鯉以外もいっとるよ、だろ。船とか、おらん、これ船とか。いや、なんか怖いな、魚、うわ、臭そう、ここはさすがに。消臭力もない、あるわ。そら消臭力も必要でござる。それじゃあ、2階行ってみようか。あ、出れない。え、出れないでござる。あれ、出れない。え、動けない。あれ、あ、違うわ。拙者コントローラーのボタン間違ってた。カラスがうるせえの。よいしょと。さあ、2階でござるよ。ここそうや見てなかったでござるな。人形部屋でござるな。ここにもないでござるし、人形わーこん、あるある。いや、もうこんなん絶対どう、これあるでござる、なんか動かしたら。え、大丈夫でござる、これ動かして。これはなんか絶対怒るでござるよ。なんかごめんって、なんかごめんって。これは拙者が悪いんか。なんかすごい申し訳ない状況だ。それはまあめっちゃ見てくるの分かるけども、心苦しいな。なんか拙者がこれ逆にしたらみんなこんなもんかぶされちゃって、ごめんって。こればっかりはちょっと申し訳ないからな。それはもう、そんな恨めま、そんなちょっとめっちゃおるやん。誰かぶせたの、こんなんかぶせたの誰に、お人形さんに。拙者がの代わりに怒っとくれな、みんな。こればっかりの怒っとくれな。拙者の方からもうきつい言うとくから。ああ。親分来とる。親分も来とる。親分もめっちゃ怒っとるわ、これ多分。めっちゃ怒っとる。デカブツ来ちゃったのだよ、これ。拙者の方から厳しいの言うとくれな。まこと申し訳ない。でも拙者じゃないんだ、これは。拙者、十字架のちょっとあれやで、ちゃんと言うとくれ、厳しいの。うん。みんなの気持ち、拙者からの代弁しとくれな。ああ、失礼するでござるよ。ああ、まこと失礼した。よし。いや、怖っ。なんでござるか、今の。さすがの拙者もビビり散らしたでござるよ。なるほどの。まあ、言うたら、この派閥と向こうの派閥で多分の、睨み合ってるんでござるな。まだあるんか、これまだあるんでござるか、十字架。
さすがにもう結構動かしたと思うんでござるが、まだあるんでござる？もうちょっとわからんけど、あ、いやあるな、ここヒントがあってよかったでござる。はい、これでラストかな。音がなくなったゆえ、鳥がなんか心苦しいな。あ、なに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 、ペンギンでも踏んだせしちゃ。あ、ここで終わり、ペンギン踏んでしまい、ペンギン踏んだじゃ、踏んじゃダメだよっていうの、ペンギン踏んじゃダメだよって顔しとるけど、せちゃうで、あのペンギン踏み通って踏んどるわけちゃうよな。これさっきおった人あれどうだろうな。これで終わり。あ、じゃあ、失礼しまーす。いや、非常に興味深い映像作品でござった。それじゃあ、失礼しまーす。帰っていいんでござる、これ。とりあえず、外に出ようか。いや、怖かったでござるな、さすがの、のちょっとの。なんか、申し訳なかったしの。普通に帰っていいんでござろうか。ダッシュボタン欲しいでござるな。駆け足で帰りたいもんの、こういう時。え、なんか詰まったけど、あ、いけたいけた。え、え、閉められとる。いや、でもこれぐらい突破できるのだろ、さすがに。これ畳でござるからな。こんなんうっかり上乗ったら、え、これちょっと畳だけでは無理でござる。うっかり上乗ったらもうズボっていくでござる。こんなん隠せんよ、こんなんじゃ。上乗ったら終わりでござる。もう畳の強度を過信してはいかんよ。あんなもん強度合ってないようなもんでござるからな。え、どういうこと？じゃあこっちじゃないでござる。あ、じゃああっちか。トイレの神様側から出ろってことかな。なるほど、承知の助でござる。さてさて、こっちでござるな。ここに一体何が待っとるのか。しゃがんで、はい、上を見るけど、え、ちょっと待って、ん、なんもねえの。え、なんもねえでござる。え、どういうこと。あれ、詰んだ。え、ちょっと待ってください。なんか何もできんわ。なんかどっかでイベントあるんでござろうか。え、なんか拙者見落としとる？ビデオがまだあるってこと？こいつか？こいつが怪しいのか？破くか？これ無理か？像を調べる。確かにそれぐらいでござるな。像はでもお祈りしとるだけで、別になんかボタンがなんか押せるとこもないでござるな。グーパンチもできんでござる。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうことでござる、これ。裏返ってるの、裏返ってるの戻す、どういうことだよ、裏返ってるって。ああ、これか。でも何もマーク出とらんのでござるな、この矢印みたいな。だいたいあれがヒントになっとったんでござるが。ちょっと待ってください。なんかあるはずでござる、これ。なんか、参ったの。しょうがないよ、やっぱりこっちかな。こちらに何かあるんでござろうか。何か落ちてるわけでもないでござるし。あ、登れる登れる、一応の、あ、登れた登れた、登れるけど開けれないんだ、やっぱり。いや、根性を見せろ拙者男でござろう。え、どういうこと本当にこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、なんこれ。え、ちょっと待って、降りれないんでござるが、次。え、登ったら降りれなくなったけど。
なにこれ登ったら次降りれなくなったのザルが。あ、見っけた見っけた、なんかあったなんかあった、あーよかったよかったでござる。一番怖いトラップのあのバグというか、発生すべきイベントが発生せずになんかこう、あ、なんだなんだ、なになに、え、いやいやいやちょっと待ってえこれあのダメなやつじゃない、なんだろう、拙者ね、そう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 、ポテトのそれそれそれ、これダメなやつじゃないこれダメなやつでござらん、拙者はのそれしかもう今出てこんかったもん、これダメな、これダメなやつでは孫子から逃げ切れと確かにこれ逃げないとでもちょっとあの最初逃げて、でもなんかのなんでござろう、あのえあの顔もしかしてと思って今戻ってったらもうあれでござったゆえ、これ本当にちょっとこれ映せんわ、これ全力で逃げればならん、これは、うむ、行こう逃げよう、リトライでござるな、ちょっと音がうるせえゆえな、これちょっと音がうるせえでござる、ちょっと音絞ろう、よし一番やばいやつだ、一番やばいやつ、よう、もうほんとチラズハートとのようこんな恐ろしいもん組み込んできたの、いくでござるよ、リトライでござる、はい、なるほど、こっからか、こっからね、 OK でござる、まあとりあえずこれでもダッシュはないんだよな、今作ダッシュないんだ、ダッシュもジャンプもパンチもねえからの、いやもうまさかまさかでござったな、あそこであやつが出るとは思わんよさすがに、これ脱出できるんかな、いやはやとんでもないトラップとざったな、まあしかしのここでござるな、はい、登って登って出られない、横を見ると、いやさすがにこのスペース無理だと思うんでござる、拙者も、じゃあ行くでござる、みんなこっから損したいめでござる、はい損したいめでござるよ、やつが来る、やつが来た、はい来た、はい出してござる、さあどういこっちだ、こっちに走ってで出る、もうちょっと早く動けるのか拙者は、はいでこれ家でござるか、なんこれ、おお。でこれどうしたらいいのだろう、ああったあった、もんだもんだ、でこっからおやおや、お、なんでござる、なんでござる、え、逃げれたんかなこれ、あ、もうちょっとあの映しとった方が良かったか、え、これ逃げれたのザル、あ、車操作しとる、車操作しとるわ、うむ、なんか加速した、あ、でも操作できんか、ただ加速できるだけ、え、これでも危なくないのザル、こんな道飛ばしたら大丈夫か拙者、あ、でも加速しねえと追いつかれるのか、とりあえず飛ばしていこう飛ばしていこう、え、急にレースゲーム始まったみたいな感じでござるが、イニシャル T でござる、 T じゃねえ D だ、おやおや、え、おや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 、これバックバックとさ、バックが始まった、バック始まった、こんなん絶対バックしたらダメでござるだってあんなん勇切る場所なかったでござるよ、こんなんの勇切る場所なかったでござるか、ああ拙者走っていくな、
あれ、独特のファッションセンス、ファッションリーダーが追いかけていく。ファッションリーダー早いんだよな捕まんのが。ファッション、昨今見ない短パン、昨今見ないのぐらいもうハイウエストの短パンでござった。入れられて、締められて、しまいと。はいはいはい、帰ってきました。はいはい、風呂場でござるな。え、ちょ、大丈夫これ配信できるやつ育ちすぎたのび太くん、足細っ。いやもうファッションリーダーがすげえござる。え、これは、あ、いや、なんかなんでござる、これちょっと床赤くない？いらんいらん、そのアングルいらんそのサービスはいらんのよ、アングルの。あーら、まあ、はいはいはい、ちょっと待って拙者ハイセンスボーイになっちゃったハイセンスおしゃれボーイになってしもうた拙者そんな、ここまで来て拙者ハイセンスおしゃれボーイに身長低いとか言うのだけど、あー、いや、もうハイセンスおしゃれボーイはさっき、ここまで来て拙者ハイセンス、ひげ剃った、ひげなくなっとる、確かに剃ったっぽいわ。いや生えとるわ。あー、いや生えとるかな、聞いとらんよそんな。しかも持ってこい言われても結構遠いな。ぐるっと回らなあかんパターンこれ。あ、玄関からの行くんでござるな。いや、聞いとらんよ、そんなパターン。こっからまさか主人公変わるって話？狩る側に回るんだろ、拙者。怖え話。なるほどな。で、これでも、ここまで続くってことは、バッドエンドコースではないってことでござるな、これきっと。多分の、いや、バッドエンドなんだけど、こう、デッドエンドというか、あそこでしまいというかの、はい、リトライってわけではないのさるな。ちゃんとストーリーは進んどるゆえ、これはこれでちゃんと一応エンディングなんでござろうか。まあ、とりあえず持ってきたよ。はい。あ、もう、今はもう投げちゃうんだ。今はもう投げちゃうんだぞ、拙者。ちょっと待って、今エンディング流れ始めたり、これは音を大きくして聞こう、みんなで。はい、終わったっぽいでござるわ。だから一応これ一つのエンディングってことでいいんでござるかな。一つのエンディングを達成したということでいいんでござろうか。さてさて、とりあえずこれバッドエンドなんでござろうか。はっ、そういうことなんでござろうか。はてさて、これ確かに拙者最初からのこう浮いてるとか言うとったもんな。うむ、このトイレ浮いてるとかの言うとったゆえ、それもまさか、ああ伏線になってしまうとは、の恐ろしいゲームでござる。まあ、結局のところ宗教的なあれなんでござるかな。
こうのなんかやべえ話なのか、そういう宗教とか儀式というかの不思議なもんでござるな。分岐ルートがなかったようなの、もしあるとすれば最後の脱出シーンでござろうか。あそこでこうどっちに脱出するかみたいな、どっちもなかったでござるかな。なんかこう若干の家の中に脱出できそうなルートがあった気もするんでござるよ、拙者。でもそっちではないかなという気がするんでござるよな。結局あそこは脱出せば並んでござるし、ってことは強制いや強制そういうゲームなのかもしれない。もうちょっとまあ小田くん、主人公小田くんなんだ、聖者の旧友の名前でござるな。はあ、なんかの右か左かあったんですよな、どっちかっていう。あそこが唯一まあサボンなんでござろうか。まあ右か左かとか光のある方、まあ家か外かみたいなのがあった気するんでござるよ。それなのかな、もしかすると。いやちょっとわからんでござるが、果たしてあるんでござるか、分岐のエンドが。ハッピーエンドというかの、こう生き延びるエンド、逃げ切れるエンドがあるんでござるか。で生き延びた結果、こうなんか謎が全て解明されるみたいな。え、これ第2回やるべきでござろうか。第2回あるのかな。エンドがの2種類あるんであれば、第2回のちゃんとというか、うむ、駆け抜けるパターンをのやりたいんでござるが、駆け抜ける自殺っていうの、今からもっかいでしょ。うんうん、もう1時45分ねんねする時間でござるよ。あ、いや、なんかあるわ、続くわ。お、続く、なんだなんだ、終わりじゃなか、なんか気味悪い映像でした、ね、誰、はじめまして。なんか気味悪い映像でしょ、だいぶの。あんまり大した映像じゃなかったな。おいおい、結構命がけの映像でござるか。ってこ、命がけとか結構やべえ映像でござる。なんでござる、こうの、これって誰が撮った映像なんですか。そこでござるよ。誰なんだろうな、会社に送られてきたんだよ。そこ大事でござろう。もしかして事件とかあるぞだろこれ。最近仕事休んでるあいつじゃないですか。いや、そいつもう犠牲になっとるよな。あー、そうかもな、あいつ成果出せって言ったのに。会社ってこんな感じ。やっぱ主人公最後やられたのだろうか。会社に送るんじゃなくて直接持ってこいってな。いや、安否の確認とかせんでいいのだろう、これさすがに。でも最後のってのそうだろう、そうだろう。あいつって家の映像撮りに行ってから会社来てませんよね。いやいや、何言ってんだよ、あんなの誰かが編集したか何かに決まってるだろう。いや、会社に来てないかどうかの話よ。上司しっかりしてほしい、頼む。これ多分事件性ありゆえな。やめろよな、そういうの。いや、会社的に大丈夫なんだ、こう出社してこないやつに給料払ってるわけでさるが。そうですよ、ね、有給すみません。え、誰か電話してこんの、まあ、有給使いますとかそういうのあるのかさ。早く出社してほしいですね。いや、確認せよ。え、ええんか。ではちょっとトイレに。おお、次の企画考えるから早く戻ってこいよ。今トイレはあかんって、危険でござるよ。便座ないかもしれんよ。便座なくなんかでっかい穴が開いとる可能性あるゆえな、今トイレ。あ、ビデオ全部送られてきとる。え、次は上司を使える、そういうこと。上司を、え、これ何、上司になっちゃった、拙者出世しちゃった。なんか今落としたの。あー、上司ホワイトボードに映らん。あー、テレビに映らん。とりあえず外に出ろってことかな。あー、ブラック企業あるあるでござるな。こんなとこで、これ多分えげつねえブラック企業でござる、これ。いや、もうだってもうの、ここでね、あー、もうそらもうダメだ。
いやはや、あ、部下か拙者。出てくんな。会社の警備どうなってんだ。あんなん絶対通しちゃダメでござろう。警備、警備仕事せえ。あれだけは通すな。いやもう絶対ダメだから、あんなん通したら。ちゃんとアポとか取ってるんですかねって、アポ取ってるんですかねって、アポは取ってないけどアポしますみたいな、アポでござったけど、なんかあったりしたらな、怖え怖え、あれワードの、なんでござったっけ、あんま考えてないでござったから。ポアか、ポアでござるな。アポはないけどポアします、そういうことこれ。そう、ポアポア。いやダメだって、ダメだ、ポアも多分ダメな言葉だからな。N、アポはないけどポアしますって、そういうオチでござるな、これきっと。上司くんがロッカーに隠れていた孫子の気持ちを思うと涙が止まらない。本当に気の毒でござる。いやー、なんであれ会社まで来たんだろうね。うん、こうせめてものなんかこう償いというかの、部下の方の敵討ち、まあ、あのこうの言うたらのこう神様の家になってくださった部下へのなんかこう弔いというか、そんなのさるかな。いやはや、うん、まあ、本作まとめるであれば、うむ、アポはないけどポアしますっていうゲームだったかな。というわけで自殺の、これにて終幕でござる。これなんかあんまこうタイトル言うとると、こうなんでござる、 YouTube からこう良くない判定クソな気するけど、大丈夫かなこの動画。場合によってはこの動画の多分場合によっては、うむ、この動画ご動画削除になるかもしれんよな、みんなの、うむ、一期一会の動画がないのなってしまったかもしれんが。というわけで本日の配信、うむ、チラズアート殿の新作ホラーゲーム、うむ、自撮りと書いて自殺を読むの、こちらの作品終幕でござる。ああ、いや、皆の長い時間ご清聴いただき誠に感謝でござるよ。いやはや長かったな、うむ、今回ちょっと長かったでござるな、うむ、結構長い対策になってしまったの。というわけで皆、本日の作品これで終幕でござるよの。では皆、今回もの雑談コーナーないゆえな、これにて終幕、おつむしゃでござる。長い時間の誠に感謝でござるよ。それではまた次回の配信でお会いしよう。これだから次回続きがあるんであればとか、まあなんだろう、違うルートがあるんであればやってみようかなという感じでござるが、どうなんでござろうな。それではみんな、おつむしゃ、ゆっくりとの休んでくだされ。それではまた次回の配信でお会いしよう。おつむしゃ、エンディングでござる。